さあ、この時間ザ・ゲストショーと題しまして、ゲストと一緒に笑いをお届けしていきたいと思います。本日はこの方々に来ていただいております。どうもよろしくお願いします。学天則です。お願いします。お願いします。学天則のお二人、はい、ね、ありがとうございます。まあ、NSC ちゃうねや。そうやね。あ、そうです、はい、はい、あ、ほんまですか。うん、はい、もうオーディションから、オーディション、オーディションっていうか M1 から、ね、そうですね。あ、そう、 M1 の予選、予選で初めて漫才やったって感じ、はい、あ、そう、はい、え、二人は関係性はどうやったんですか。中学校から知ってはいたんですけど、うん、仲良くなったんが二十歳超えてからぐらいで、そうですね、珍しい、珍しい、存在は知ってたぐらいの、あの宝塚っていうところ出身なんですけど、はいはい、兵庫県のね、大学生ぐらいの年齢の時に一番そこで華やかなバイトが、うん、プールの監視員やったんですよ。おそれしかなかったんですよ、華やかなのが。で、ちょっと、うん、そういうチャラけたところに行ってみたいという欲望がたまたまあったみたいで、二人とも別の場所で、はい、そこで再会したんですよ。はあ、はい、でそれで仲良くなって、お笑い好きやなってなって、はあ、で2005年の M1 にちょっと、はい、あ、だからもう素人で参加してんの、はい、そうそうそう、はい、それで準決勝行ったん、そう、準決勝行ったんですよ、その時。すごいな、ちょっと声かけてくるわな、吉本の人間は。いや、全然全然全然あ、そう、全然全然、はい、はい、えー、なんか普通に、うん、知らなくて、あの、芸人さん、うん、漫才師のなり方が、はい、オーディションがあるとかも知らなくて、うん、なんかでも、ちょっと調べ、そっから初めてようやく調べてみたら、ベース吉本っていうのがなんか、オーディションみたいなやってるらしいってなって、はい、そっから。所属するまでだいぶかかりましたね、でも。あ、そうなんや。はい、2年ぐらいですか。2年ぐらい、はい、はい。めちゃくちゃラッキーパンチやったみたいです、その、一発目。ああ、そうなんや。はい、桃太郎のこといじるネタやったんで、うんうん、多分 NSC 行ってたら怒られてるんですよ。あそんなやるな、そんなあベタなテーマやんなみたいな。で、僕らネタ作ったことないから、これめっちゃネタ作りやすいなって、はい、みんな知ってるもんな桃太郎って俺才能あるんちゃう、ね、ちゃ降りてきたねみたいな、はい、でその後オーディション受けたら全然ダメでダメやったこうじゃダメらしいみたいなって、はい、なるほど、はい、本間なんとかで2年後前吉本入って、はいはい、で大阪でね、そうです、ずっと、ね、はい、でやって東京来てた。仕事来てたんです。そうなんですよ。もう一年弱経つんですけど。そうなんや。まだ言われます、ルミで。え、今日帰んのとか。あ、言われるわ。ルミに思ったら。そう、未だに俺らも言われる、ね。俺らも言われる。そうやね、ほんまですか。未だに言われる。大阪今日帰んのって。長岡さんで。言われる。大変でしょう。また今日帰らなあかんから。違う、こっちおるんですよ。みたいな。そうそう。そうなんです。じゃあ、それは僕らも言われますね、それ。それ言われます。多分永遠に続くと思う。永遠ですね、このやりとり。慣れた、うん、慣れましたか、もう一年。まあ、自分、住んでるところからこう劇場とか仕事場ぐらいは、まあなんとか行けるように迷わず行けるようになりましたけど、初期の頃やっぱ山手線逆乗りましたし。あー、はい、要はある。間違いで。はい。それはまあしょうがない、ね。そうですね。僕はまあまああれですけど。え、結構都内に住んでる。僕はそうですね。はい。目黒とかの近所の方です。はい。はい。養生はどこに住んでる？僕はあの国分寺市に住んでます。なんでその一回このラジオショーでも、うん、多分中川不動産で国分寺を、はい、うん、紹介してくださった時に、はいはいはい、そのメールで多分こいつの名前、余剰の名前を出してくださった方がいらっしゃったんですよ、うんうん、はい、でその余剰が、うん、幕張、千葉の幕張に劇場あるじゃないですか。うわその行き方をそのメールで多分リスナーさんが言ってくださってて、そのレイさんが全部間違えてる。はい、その、交通手段、全部間違えてるって。僕も聞かせていただいて、ゾッとしました。間違ってんやと。全部間違えてるよって。ちなみにどう言ってんの？僕は、最寄り国分寺で、はいはい、で、西国分寺っていうのが横にあるので、一回そこ行って、はい、で、武蔵野線塗り替えて、幕張り。そこが間違う。そこが間違う。間違ってるんですか、うん、ずーっと関東を満喫して、幕張に立つ。そうですね。用もないのに埼玉素通りしてる。用もない都道府県行ってるってすごいよね。千葉に用事あるのに。千葉ですね。すごい。そう、ムカつくんですよ。だからその、いや、幕張来たら、うん、勝手にちょっと疲れてるんですよ。あ、そりゃ疲れるわ。お前が悪いやんと。一応は座れるんですけど、武蔵野線ね。結構、初めの方に乗るんで。各駅26駅でしょ。そうなんです。そうなんです。座れたとてでしょ。いや、しんどなってたまに立つやろ、そんな。そういうわ。何回かあります。はい。ちょっと、あの、ケツ痛いなって。ちょっと、刺すって立つぐらいは、ちょっと。26駅は、もう旅行やんね。出勤じゃないんですよ。もう旅行なんですよ。旅行やんな。ほぼ端々やからね。武蔵野線のね、言うたらね。はい。四条は何それ、パーマ当ててんの？これは、天然パーマなんですよ。
あの先祖何やったっけ。先祖あのトイプードル。漫才で言うてるけど好きやけど。俺初めて聞いた時ね、もう大爆笑して。ありがとうございます。さらっと言うのが面白い。さらっと言うのが面白い、ね。犬やったっていう先祖がね。先祖が。なんで国分寺やったのそれだけど。いやこれ本当にみんなにこう信じてもらえへんんですけど、うんうん、マジあのそこしかなかったんですよ。そんなことない。そんなことやめろって。じゃ、ほんそんなわけないか。いや、ほんとなんですよ。だって、一番近いのが国分寺。そんなわけない。はい。まあでも、ルミネ出ることを考えたら、うん、みんな大体その沿線だったりする、うん、まあまあ、中央線。でも大体下北さえ一発目が多かったけどね。うんうん、ああ、なるほど。下北でどうやろうみたいな。そうそう、うんうん、国分寺は、発想はね。あとは、あの意外なところで言えば、うんうん、トロサーモン久保田の田無とこれもね国分寺と争うぐらいのそれだからあの久保田さんに、うん、どこ住んでんのお前で、うん、あ国分寺ですって言ったら、うん、ええー、とこ住んでるやんみたいなさあねさあ田無に比べてまだ近いですからね国分寺決めた時の話を聞いたんですけど、うん、僕多分ねそれ不動産屋さんの作戦やと思うんですよ、はあ、そのまだ大阪住んでたんで、うん、そんな何回もこう内見に行けるのはなかったんで多分その日に1日にキュッと詰めて、うん、なるほど行ったんですけど、はい、その時まず、うん、現地の駅に不動産屋さんとあの余剰と奥さんと余剰の3人集合なんですけど、まずそこからレンタサイクルやったらしいんですね、物件までね、物件までレンタルサイクルで、僕はそれが東京スタイルなんかなって思ってで東京はそうやって行くんだと。で一番最初が、うん、神奈川の川崎見せられたらしいんですよ。おお、はいはいはい、川崎、川崎見せて、はい、でまたその電車で移動して、うん、浦和、はい、埼玉の浦和、浦和行って、で、そこまた自転車で物件見て、はい、で、最後国分寺。これもう冷静な判断できなくなったと思うんですよね。あ川崎浦和で揺さぶっといての、はいはい、で、国分寺は近く見えたいと思うよ。なるほど。だいぶ揺さぶられたね。はい。それは。揺さぶられてるんですか、ね、体力も奪われて。エレベーターなしの、4回紹介して、2回紹介したら、決めてしまうっていうやつ。うん、あ、2回に決めてしまって。4回まで上がらへんねやったら2回やってええやろっていう。それの規模でかい。規模が合戦の規模やから。軍の動き方しますから。ほんまやな。そやろ、それやったら川崎に住んどかなあかんわ。あ、そうなんすね。川崎、良さそう。そうなんです。川崎の方が便利良さそうやけどな。便利よ。あ、そうなんですか。いや、僕だからほんま奥さんと最後に国分寺の物件見てるときに、まあ、もうなんか、もう、さらっと見て、うん、もうここでええなっていう感じになって。あ、ほら。ここでええながもう向こうの作戦やから。うん、あ、そうやわ。そら、その前に川崎と浦和があるから。浦和見せてるから。ゆくゆくは近づいてくるんでしょ？あ、そうや。どうなん？いや、あ、でも、とりあえず一年、まあ、もうすぐ一年経つんですけど、うんうんうん、まあ、一年経ってようやくちょっと遠いなって思い始めたんで。遅いな。初日で思うやん。ちょっと遠いなって思い始めたんで、ちょっとまあ、あの、隙があれば、うん、ちょっと近づいていこうかな。ちょっと一年ごとに寄っていこうか。少しバレないように。バレない。ダルマグさんが転んだ形式で。そうそうそう。新宿にバレないように。そう。ちょっと手前。小田急線がいいよ。小田急線。小田急線。そうなんですね。うん、あ、落ち着いた街でみんなね。うん、でもやっぱ言われたんですけど、うん、やっぱその都心とやっぱ、うん、あの天気ちゃうでみたいに言われて、いやそんなアホなみたいな感じで思ったんですけど、うん、ほんまにちゃうくときありますね。あ、そう。山梨と東京両方見なかったんですよ。ああ、そうなんだ。自分の天気見つけるために。都心でめちゃめちゃ土砂降りのとき、うん、国分寺ピーカンやったんですよ。あ、違うんやろ。で、都心で穏やかな日、うん、あの、国分寺で竜巻を起こす。あらー。竜巻警報出てて、国分寺。まあでも、なんか住みやすいんですけどね。あ、まあまあ、それはね、はい、うん、それは住みやすいと思うけどね、ほんまにね。仕事行くね、余剰が。教員免許持ってるって言わないんだね。そうなんです。はい。本当は、教師やろうかなと思って。教師から漫才師って。なんか考えられへんねんけど、どっちも好きやったってこと？教師にもなりたかったし、芸人にもなりたかったってこと？そうです。教師目線で最初発信してたんですけど、教育実習ってみんな楽しい思い出っていうじゃないですか。そう、僕、最悪でなんか、楽しくなくて。あ、ちょっと怖い学校行っちゃったな。そうですね。僕はやったんですけど、僕らの時は全然めちゃめちゃ。僕らの時は全然やったんですけど、将来的にどうやらすごい、やんちゃな子が集まる学校、中学校になってって。はい。こいつが行った時多分そうなってたんですけど。僕らの時は最悪やって、で、僕中学校1年生の担当やったんですけど、もうあの初日に、あの、
カツアゲみたいなされて。そんなことあんの？大学生が。そうなんですよ。そいつの兄ちゃんがまた怖い人やった感じで。で、もうちょっと、すねバンバン蹴られるし、なんか中学校1年、こんなちっちゃい子に。うわ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 。そんぐらい荒れてたんですよ。その後、僕らが母校にちょっと、帰らせていただいた時あったんですけど、その音楽室ってなんか、ちっちゃい丸い穴開いてるじゃないですか、壁に。できる限りビニール傘刺さってたんですよ、その穴に。荒れてるね。荒れてますね、相当。荒れてるよね。で、今違うなと。で、はい。で、まあ、その時、奥田との家で結構遊ぶことが多かったんで。そうなんです。その時で M12004 を多分2人で見たんですね、確か。そうで、なんか来年、その時2人ともフラフラしてたんで、あの、四条も教職浪人というか。ああ、なるほど。で、僕も、ちょっと実家の仕事手伝ってたけど、ちょっとやめようかな、みたいな感じになって、じゃあ来年お互いまたフラフラしてたら、ちょっと一回出てみいひん、みたいな。はい。はい。ところがスタートですね。教育実習で、いい思い出やったら多分学天則が多分。そうですね。そうですね。教師になってると思う。やってないと思う。で、ちょうど2004年に僕教育実習行ってるんで。はい。その時。その後か。あ、後やな。はい。そうなんです。奥田君は何してたの？僕は実家が造園業、植木屋さんをやってたので、はい。それを手伝ってました、普通に。あ、ほんだらもう、造園で行くつもり、ほぼ。やったんすけど、その、それこそ2004の時に、その、急に、親父がその、え、継ぐ気なんって言われて。あら。いやいや、そのつもりでその、造園系の学校まで行って、資格も取ったから、え、てっきりそういう感じやった。確かにその話し合いしてないなと思って、なんとなく継ぐ気やったなと思ったら、いや、やめんでって。親父が、俺でやめるでと。無理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 みたいな。その個人でやってるし、もう、継ぐとか多分無理やってってなって、やめときってなって、あ、じゃあやめとこうかってなって。なるほど。タイミングが合うたやな。そうですね。ああ、いや、すごいよな、その出会いもね、考えたら、そのタイミングが。奥田君ごめんね、さっきからずっと顔見てんねんけど、スケベスやわ。何なんすか？なんかなんかあるな、奥田。俺は、なんかない。俺は、なんかない？オーラ。ある。友達がおれへんのちゃう。友達がいない。スケベ。孤独のスケベ？すごい。孤独のスケベですか？潔癖。潔癖。あー、多いわ。しかし、スケベ。そう。芸人の友達がいない。俺、すごい、なんか勝手なイメージだね。僕、申し訳ないねんけど。なんかね。耳の下首あたりから、色気出てんね。出てない？わかるわかる。なんかちょっと男やけど、ドキッとすんねん。なんでなんですかね。歌舞伎をやられた方みたいな。わかる。わかる。艶っぽいね。艶っぽい。これ褒めてるから。ほんまですか？いや、ありがとう。あれ、じゃあありがとうございます。普段移動もスーツみたいなね。普段から。そうそうそう。いや、どうなんすか？どういうあれなん？奥田って。スケベやろ？いや、スケベですよ。すげえ。お前も、お前も。お前も種類が違うタイプのお前すごい。お昼にできるような話ではないですね。ないですね。ですけど。男はね。まあまあまあ、そういう部分あるがね。学生時代に、やっぱりその、学生でお笑いする前です。直前ぐらいは、やっぱりその、ちょっとセクシーなビデオを、仮に行く時代やったんで、2003年とかぐらいは。で、行って、もう二人ともその、吟味しすぎて、やっぱ2時間ぐらい、その、コーナーで、選んでたんですけど、その、こいつその、一人の女優さんを、だけを好きになって、一人の女優さんの作品だけを借りて、で、二周目行ったんですよ、それ全部。その時、あ、こいつ一途やなって思って。性格出るんや。僕が多分多ジャンル。いろんなジャンルを借りてたんですけど、こいつはほんま一人。ひたすらですね。一人を追いかけてましたね。誰か別の人が借りてたらちょっと嫉妬もしましたね。誰か他にもやっぱおんのか。俺のあの人。危ない人やね。とにかくね、奥田君スケベですわ。友達だよね。友達は。友達はどうなん？芸人で。芸人がい。芸人がやるタイプじゃなさそうやねん。まあね。狭いっすね。狭いし、あと、東京に来てからは、まだ一人もできてないかもわかんないですね。大阪の時から知ってる人とは、東京でも喋れるんですけど、楽屋、喫煙所が限界っすかね。あ、そう。飲みに行ったこと多分ないんちゃうかな。ないんか。はい。
誰と行ってたりするの、その東京で。その東京で、まあ先輩だとノブさん。あ、ノブね。大吉先生とか、させていただくんですけど、後輩が、インディアンスの田口。はい。おうおお、田口。でも田口って全員と行くんで、これ脳幹なんですよ。誰と行く全先輩と行くんで。なるほど。奥田兄さん専属ではない。がないんで、田口以外はもうゼロ人となりますから、から後輩はゼロですね。あ、そうか。考えるとね。そんな考えると。はぁ。余剰はどんであると言ったんですか。僕は、ダントツで、津田さんですね、ダイアンの。おぉ、はい、一応ダイアンの津田軍団に所属してるんです。入ってんの、入ってるんですよ。弱い軍団やん。へなへなやな、まあ、メンバーもね、いいですもんね。メンバーいいですよ。関町さん。あ、関町な、ライスの。で、ハンニャのカナダくん。あ、良さそう。で、僕、うん、で、クロスバチの渡辺さん。はいはいはい、はい。で、女とどの市川さん。うわ、市川で、一番結果出してるのは、あの、コマちゃんですね。ミルクボーイ。あ、ミルクボーイのね。あ、コマバネはいるんですけど、M1 としてからちょっと疎遠になってますね。距離がね。距離が。忙しいなって。忙しいなって。忙しいなって。大阪やしね。はい、そうなんや。そうですね。まあ、東京でも劇場。そうですね。たくさん。これびっくりした。大宮、幕張、沼津、ルミネって、うん、行ったり来たりしてるの、これは。これ全部、毎日、どこかに行ってますね。どこかに行ってる。はい。幕張多いっすね。めちゃくちゃ多いんだ。めちゃくちゃ多い。はい。その、お正月今年、うん、1月1日から4日まで幕張でした。うん、はい、で、2日あげて、また幕張。幕張。だから、あの、大宮セブンとかあるじゃないですか。僕ら幕張1なんですよ。幕張1で、1でやらせてもらって。学生卒、卒業したもんやん、これ。これ、国分寺からやったらどうやって行くの、幕張に。あ、それですよ。あの、国分寺行って、西国分寺行って、武蔵野線で、乗り換えて、その直でズドンと行くんですよ。ズドンと、はい。うわ、もうあの、もうこれ今もうラジオ聞いてる人分からんけど、はい、ほんまに、あの、ここ国分寺でこれ幕張やったら、もうこれ後であのね、X で見せてください。うん、まあ、こう言ってんねん。そう、僕そう言ってるんですよ。こう行けんねん。あ、そうなんですか。え、なるほど。ここ、こう言ってんねん。何回も言うけど、知らない県をまたぐって。用のない県やから、ね。そうなんすよ。埼玉県や。そういうこと。なんか、中間地点に知り合いでもおんのか。中継場があんの、まあ、そう。内藤おかしいよ。あ、そうなんですね。そうなんや。行き方、やば、うん。そんだけ幕張多いんやったら、うん、ほんまにそれこそ、はい、ほんま千葉の方に。そうやな。ね、新木場とかまだ。そう、新木場、そう。あ、良さそうやね、新木場。で、え、変なんですよ。大宮。まあ、じゃあ近いんかなと思ったら、うん、大宮ってどれぐらいかかるの？俺は1時間ちょい。僕、こいつの話聞いたら国分寺ってどこにあるかわかんないんですよ。全部遠いから。遠すぎるわ。浮いてんのと。もう空に。浮いてるわけないやろ。遠いって。どこも。一番近いのは八王子ぐらいは。八王子。八王子は一本で近いな、まだね。来ないから行くよりはね。ああ、なるほど。近いよ。それはちょっとね、ほんまもう。ほんま考えなかった。考えなかったね。いや、ほんと、国分寺ほんと、ほとんど、飲んだことないです。あの、芸人さんと。国分寺で飲もうってなれへんの？なれへん、そら。うん、遠いし。あの、いい、実家に帰ったトレンディエンジェルのたかしと、ぐらいしか行ったことなくて。うん、なんか、芸人の実家しかないで、みたいな。遅くなって、帰るときはタクシーとか、あるでしょ、多分。一回、はい。一、うん、回、あ、料金ですか、タクシー。料金。はね、2万弱ぐらい。夜でな。はい。夜割り増しや言う。遠いなぁ。いやぁ、すごいわ、ほんまに。さあ、いった CM 交通情報を挟みましてね、また、学鉄とお付き合い願います。お願いします。さあ、引き続き、学天則でございます。はい、メールもね、来てます。あ、ありがとうございます。はい、この方、東京都、もももすさん。ザ・セカンドで優勝したら、優勝賞金は何に使いたいですか？また、奥田さんと、四条さんの賞金の配分、運は、何対何になるのか教えてください。私は、奥田さん10、四条さん0でいいと思います。なんでやん。ご回答よろしくお願いします。なんでそんな、なんすごい信者がいるな、俺の。すごい。こんな信者が。お、親？親じゃないよ。やったら逆やん、せめて。四条を下にしてるや。セカンド控えてんねや。あ、そうです。はい、そうなんですよ。賞金とか
かでもほんま考えてないっすね、なんか。もう、そうですね。もう強敵すぎて。そうですね。今の景色で珍しいやつなんで。あ、そうか。僕たちは、誰と所詮シャンプーハットさん。おー、またいい。またっていう感じなんで、ほんま、寄席の公演とかで出ても、ずっと飲みそのどっかにシャンプーハットさんがいるんですよ、今。あ、そっか。やってる時に。はい、そうなんです。まだちょっと賞金のこととか全然考えてないですね。でも去年も出たでしょ？去年出ました。去年は、初戦でマシンガンズさんに当たって、はい。はいはい。勢いに飲まれました。飲まれた。はい。すごかったです、本当に。台風でした、あれは。なんかきついよね、タイマン勝負ってな。なかなか。知り合いやと、知り合いというかもう、ちょくちょく先輩やもんね。そうですね。シャンプーさん、講師ともにお世話になってた、なってるんで。ほんまやね。そうやね。よう知ってるしね。はい。とりあえず何組か M1 みたいにやってからみたいな方がええと思うねんけどな。何組かやって絞ってこれやってんねんね。そうですね。あ、そうかそうか。絞ってんのか。100何十組か追って、そっから32なんですけど、何が起こったかわからないですけど、ザ・セカンドだけ去年より参加者減ってるって珍しい。ええ、そうな M1 増えてるんですけど。減ってんの？セカンドね、10何組かね、去年やって無理やと思った人が何か諦めたっていう。ちょっと減ったんですもう中堅やから。中堅やから。もうええわと。なんとなくね。行ってほしいなぁ。いや、行ってほしいね、ガクテン。そうですね、なんとか。でもまあ、賞レースは結構大阪の時は、撮ってたでしょ新人の。そうですね。大阪の方は、そうですね。上方漫才の新人賞、奨励賞。撮ってる撮ってる。で、読売さんと NHK さんと。おぉ、撮ってる。はい、4つぐらい。はい。撮らせてもらいました。せやで、ほんまに。いや、ほんまだって行って賞金取ってね。やっぱりなるべく近いとこ進まない。僕は小田急線おすすめ。小田急線おすすめ。おすすめします。どのあたりをおすすめ？下北。あ、下北。あ、おしゃれやな。いや、おしゃれです。似合いそう、四条に。あ、下北。そうなんですか。ふらふら歩いててもなんか。なんかね、似合いそうな感じ。そういう街なんですか、なんかこの。おしゃれな感じ。うん、なんかおしゃれというか、こう、やさぐれた感じのやつが、昼間、ふらふらしてるみたいな。いい街ですよ。いや、いい街、いい街。でも、新宿まで9分ぐらい。9分ぐらい。近いな。近いよ。歩いていけますね、そんな。歩いていけますね。歩いていけますね。歩いていけますね。近い。そんな近いんすか。そりゃそうや。奥田くんなんかええとこ住んでるやん、目黒。目黒はもう近いよ。もうスケベの代表みたいな。なんでなんすか。スケベ山。なんでなんすか。目黒の方な、もしかして。メガネもスケベ山。いや、なんか、テカってるでしょ、なんか。いいやん。テカってても。パックすんの。パックパックみたいな。そんなしないですけど。絶対やってそうやん。いや、逆に、養生、同い年なのに、養生がすごいテカってないんですよ、むしろ。いや、でも、42やろ、二人とも。若いで。若いよ、テカってんで。全然。いや、お前、ちょ、テカりすぎやで。テカりすぎ。テカりすぎってな、ほんまに。ほんまな、確かに。うわ、スケベ。メガネ。メガネ外した。外した時はスケベ。何ですか、スケベって。とっつきにくいキャラクターや。大手肩こう触られへんタイプ。なんか、そんな感じする。そんなことないですよ、ほんまに。もう全然、おお、言うてくださいよ。私生活から自分のこだわりだらけの。全然、全然ですよ。ごめん、そこ、座らんといてとか言われそう。うわ、うわ、どこでも座っていいですよ。僕んち。もうジャングルみたいな家じゃん、観葉植物だらけで。やっぱ観葉植物はでもありますよ。やっぱり置いとるわ。家帰ったら口うがい鼻うがいしてまあうがいはしますよそらでちょっと時間やったら靴磨いてとかやってるねイメージやねイメージ勝手なねいやそんな毎回はそれ衣装の靴ぐらいはやったりしますけどペペロンチーノぐらいやったらささっと作る作りそう作れまあペペロンチーノはささっと作れます作れますねそれとワインわあいやワインはさすがに晩酌にワインやってたよねさすがにシャツのボタン一番上まで締めてるところがもうスケベやもん。これいいでしょ。別にシャツのボタンでスケベ。これはほんまに。ヨジョはなんかこう、肩ポンポンと触って。そうそう。元気いいとか。飯食うてんのかみたいけど。もう奥田には、いや、もう、いや、もう、いいですよ。やってください。もう食うてきとる。あるな、でも。もう食べちゃってるときは。調整してきてるんで、今日は。みたいな。何やそれみたいな。先輩からすると。たまに食べてもうてるときあるわ、確かに。一
たあくまでもイメージ、ね、イメージ、イメージ、はい、スケベで。ほんで、特に奥田も否定せへんから。否定することだけは否定してるんですけど。俺もそれ繋がるのかな、このカズピーさんね、港区の。はい、奥田さんに質問です、はい。インスタの匂わせご飯の投稿してますが、あれは何の目的があるんですか、はい、本当は同性相手がいらっしゃるんでしょうか、あら、これ何、インスタで。インスタグラムで、僕、料理、まあ、朝ご飯をちゃんとしたのを作るのが結構好きで。おぉ、ほら、そういうとこな。で、なんか、鮭焼いたりとか、あの、旅館の朝ご飯みたいなのが好きで。で、それを撮った時に、なんか、まるで彼女がいてて、彼女同性相手に作ってるみたいな雰囲気でやってて、そのインスタグラムって目的ないでやったらあかんのですか？何の目的でとか言われたけど、目的っているかね？SNS、そんなちゃんと見てる？いや、さか、奥さんでもおるんちゃうかって思って。気になるっていう。気になるっていうことですよね。全然本当に一人で。やっぱそう、料理はやっぱきちってやんねん。やってますね。あ、結構自分で何でもできる。うん、そうっすね、もう一人で、家で。家のことは大体、やれちゃいますね。彼女はいないっす。奥さんもいないっす。俺やんね。はい、いやいや、もう当然もう、あの、あちらが無理やと思いますね、相手方が。あ、難しいよね。無理や。無理や。スケベやし。スケベやしじゃないんですよ。スケベや。スケベ。昼も夜もあかんかったじゃないんですよ。どうしてるスケベをめっちゃ押されてるんですよ。されてます。スケベばっかり。何ちゅうこと言われてるんですか。スケベメガネ。スケベメガネ。耳の何、何下らへんから色気が出てる。あれ何やったんですか。色気出てるわ。いいねだから。いいんすか。何が得意な料理は。料理、何すかね。うん、あ、でもなんか、煮たりすんの好きです。うーわ、スケベ。なんでや。なんで煮たら、なんで煮込んだらスケベなんですか。炒めたらどうなんですか。じっくりじっくり待って。うん、まあそうですね。あ、まあやらしい。やらしいないでしょ。グツグツ言わして。言うやろ、それ。煮込んでんねんから、なんで無音やねん。とろ火でな。とろ火で言う。とろ火でしょ。強火で水分飛ばしてどうするんですか。残しておいて次の日また温めて。いや、温めて食べる。うわ、スケベ。みんなしてるでしょ。それはみんなしてる。煮物。煮物作ったりするっすね。はい、女の子プレッシャーやわ。いや、そうや。そうやと思います。それが原因で多分いつもうまくいってないと思う。でも今までおったんでしょ彼女とか。僕はいたことも、はい。全然あるんですけど、その、あんまり分からへんかったやつが、その、まあ、振られたんですけど、その、あなたのことを、あの、ちょっと信じきれないって言われて、信じられないやったら分かるんですよ。信じきれないってなんだってなって。なんか、8ぐらいまでは信じてんねんけど。あ、なるほど。ラスト2が足りてないみたいな、なんか感じやって、なんか、それで、そういうとこやな。で、それどういうことってなって、向こうなんか泣いてて、こっちはずっとどういうことって言ってる謎の時間で。それどういうこととか言うからや、それ。なんか、なんか一個、ちっちゃい壁が見えるかもしれん。その彼女にしたらそうか、そうやったかもしれん。そういうことやったんすかね。奥まで入っていかれへんみたいな。で、意外と相手のことをこう、許されへんとこが目につくとか、そういう、タイプじゃないもしかして。どうなんですかね。まあ、例えば、札幌一番塩ラーメン一つの作り方にしてもね。まあ、わかりやすく言えば。やっぱ、でも、作ってくれたりした分には何の文句もないんですけどね。ほんまに、イメージがあるからな。そういう雰囲気が持ってるのかな、うん、その、だから、何回か付き合うたびに、あかんかったことが浮き彫りになってくるんで、そういうのをどんどん反省して進んできているはずなんですよ。はいはいはい、そうね。だから多分札幌一番時代もあったと思うんです、僕。ああ、なるほど。でもその辺はまあ、もう、ダメだな、言ったらっていう。もうそこは分かって。分かって、分かって、ようやくこう、トゲが、取れてきたらもう40超えて彼女ができる可能性が低くなってきてるっていう。ああ。感じっすね。これまたよう喋るしやな。多分普段から喋りさえもん。そうですね。めっちゃ喋ります。いや、だから本当に僕言ってるんですけど、なんかすごい包容力のある、めっちゃ年上の人しか多分無理ちゃうかって。全てを受け入れてくれるような。わかるわ。本当に。だから、そこで寝るって言った方がいいよ。そう言うんですよ。すごい年上の。わかるわ、なんか。わかる。でも言ってることわかる。で、なんかね、なんかシングルマザーがいいんちゃうかみたいな。ああ。いろいろね、経験して。はいはい。俺のめっちゃ年上のシングルマザーの子供はもう、近すぎる。その、子供の方が俺年齢近いやんって。それは諦めようよって。いや、でも何の問題もないと思うね。そう。うん。そうそう。僕はギリの息子31とか。いや、じゃあ、あり得るとな。いや、もう分かれへんじゃん。どういう出会いがあって。まあ確かに、そうですね。分かれへんで、なんでも完璧なんやな、やっぱり。まあそうです、一人で。あの、ポッキーみたいな刺しての香水。ああ、
置きみたいな。ああ、はい、あの、ディフューザーみたいな。ディフューザーが、まあ、ありますね。ああ、ほら。一人暮らしやろ、男の。スリッパで入らなあかんタイプかな。スリッパ履く。スリッパ履きますね。うわじゃあ、つけて。なんでなんですか。だから、そこだけ納得いかへんねん。もう、食べた後ね、そこ、あんの、シンク。食べた後のやつ、シンク周りとかね。シンク周り、うん、まあ、一日あることはないですね。うわぁ、その日うちら絶対片付けます。片付けんねや。ほんま、なんか、切れ漬け切れ漬けっすね。僕一回家行って、うん、乾燥肌なんですけど、うん、ボリボリ入ってたんですよ。うん、なんかこいつに、うん、お前皮膚落とすなって言われて。お前皮膚落とすなお前。いや、こういう、そう、4年が座ってる下だけもう真っ白になってきたから、そう、乾燥で、お前皮膚落とすなよ。根本的なところに。落とすな。あ、お時間ですか。はい、はい、じゃあ、お知らせがあれば。お知らせ、じゃあ、はい、せっかくなので、3月の26日に、はい、幕張で、はい。はい、面白いイベント、あのハゲカジノという面白いイベント。おお、はい、なるほど、はいはい、あの七曲がりと獅子頭、はい、で鳥ネンジェル、おあのあがあのメンバーがカツラをかぶってハゲたメンバーが、うん、なんかいろんなゲームで、うん、そのカツラが取れるかどうかをみんなでかけるというライブがありますんで、はい、ぜひ楽しいと思いますんでよろしくお願いします。で、四条はその時はもう中央線でまず東京駅出てくる。あ、分かりました。もうすぐメモります、うん、そう携帯に間違いです、はいはい、というわけで本日のゲストガクテンソクの2人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。聞いてくれる？何でも聞きますやんか。あのこの間ね、はい、あの人生で一番ついてない日ちゃうかなっていう日があったのよ。ああ、ついてない日、うん、まあついてないことでこう重なったりしますからね、うん、もうせっかくしなんか何があったか教えてよ。はい、あれもう忘れもせえへん、はい、先週の火曜か木曜や。忘れそうやけど忘れもせえへんのちゃうんかい。火曜か木曜言うてもうてるやんけ、水曜や。間かい、ほんで。あ、水曜ほんな水曜って覚えとけよ、うん、まず朝かだよ。朝からどうしたん、うん、タンスの角に足の小指をボーンとぶつけた。うわー、朝急いでるからそうなったりするの痛いね。両足同時。両足同時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 。なんで、えこう言ってる。違う朝そういう動きなの、あなたは。いや、だから なんで、ね、うん、ドーンドーン。そう全然同時ちゃうかったよ。いや、右は自分で言ってたけどね、俺が見た感じでは。左事故やけど、右過失ですよ、あなたの。ね、今なんとか耐えてやな。耐えたんかい。で、用意してな。家出たら出たでよ。家出て。まあ、あの、家の玄関先にね、はい、あの、鳥が巣を作っとんのよ。あの、人が通るところに巣できたりするからね。うん。わかったわ。何？上から糞が落ちてきて頭にビチャってなったやろ。違うやん。違うの？うん。上からヒナが落ちてきて頭にファサ。あ、全然違う。あ、ファサッと。危ない危ない、ファサッといけてよかったかな、それは。ええことやで、それ。で、なんとかそれ、まあ、巣立たせてやな。巣立たせた？巣立たせた。戻さんと。ここしばらくこうたんかいな、ここで。こうたん。珍しいけどね、そのやり方。で、歩いとったらな。歩いとった。気づくね。何？ないね。忘れとんね。あー、財布な。ズボン。ごと。うん。ごと忘れてた。ズボンや。それにしばらくして気づいた。うん。いや、なんかスースーすると思えへんかった。パンツいっちゃえねんから。俺、その時に限ってパンツ履き忘れとったんや。なんでだ？うん。なんで上バキバキに服着てるのに下忘れとって、なんでそれにしばらくして気づくん。やばいよそんな状態で外出たら、うん、これあかんわ思ってな。あかんよ絶対。そこのコンビニ寄って、あ、コンビニなんか隠さなあかんからな、うん、ストッキング買うて履いて。あんま意味ないよ、薄く見えてると思うんだけどストッキングでは。でこれでいけるわ思ってな。なんでいけるわと思うんそれ、うん、で電車乗ったんや。それで、あ、ほらもうやっぱり間違われたな。あ、ただどう考えても時間やで、これ車掌や。車掌に、うん、ストッキング一丁で車掌に間違われた。うん。意味分からへんねんけど。まあ、あの、チンチン電車やったからかな。意味が違うって。あの人やってならへんやろ、だから。で、しゃあないからさ、俺あの、車掌のモノマネして切り抜けてやな。車掌のモノマネって。うん。そんなできたね。そう、できんの。え、あれやろ、あの、次は天王寺、天王寺、みたいな、あのやつか。次は、天王寺。支えるタイプのやつおるけど。たまに支えてくるタイプの車掌おるけどやな。そうあ、そっちで切り抜けたんかいな。なんとか切り抜けてやな。なんとかなりそうやね。降りてな。今度あの河川敷歩いとったんや。河川敷を歩いてもどうしたの？あの少年野球やってたわけ。まあまあやってたりするよね。なその野球のボールが頭にボゴン。それはついについてない、確かにね。10球。狙われてるわ。それはもう狙われてるんやって。なんで？多分ストッキングいっちゃうからじゃあ。変態が現れたってなって、自慢の型で、少年たちが狙ってきてんねやで。いや、でもこっからやね。こっからな、うん。ここまではエピローグ。うん、あ、ほんな終わってるな。エピローグって後書きみたいな意味やからな。プロローグやな。プロローグ。言おうとするならプロローグや。歩いとったらな、目の前を黒猫が横切ったんや。あら。
これ悪いことが起こるという前兆のやつやね、怖いね、うん、でもその黒猫な、うん、四つ葉のクローバー加えとったんや。あ、フラマイゼロや。ああ、もう何もなかったことやね、それ多分もう、うん、だから次あのカラスが目の前を飛んでいったんや。横切るやつな、うん、あれ もう絶対不幸の前兆やな。7話ええこと起こりそうやな。7話はラッキーセブンが勝ってる気がすんねんけど、それでツバメが低く飛んでんの見たんや。うん、それは雨が降る前兆言われてるやつから。今ちょっと関係ないちゃうかな多分な、うん、ツバメは関係ない。でこの後よ、この後何が起こったと思う。まあ、前兆あったから何が起こった。靴紐が切れたんや。あ、それまだ前兆やな多分な。あの靴紐が切れたもう悪いことが起こるっていう前兆って言われてるやつやから。それじゃなくて他何か起こったやろ。雨が降ったんや。うわ、ツバメ、ツバメの前兆も聞いてきたね。聞いてきたけど違う、お前の身に何か起これへんかった。車に轢かれたがな。えげつないこと起こってるやんか。それやそれや。かかと、かかと、うん、だけを、だけ車に、うん、なんで出してたん。両足同時、両足同時同時。人の手借りな無理やろこれは。絶対できへんって。だからうドーンドーン。だからまたや、全然同時ちゃうねん。次のやつは自分で言ってるのよ毎回。痛いでやないのよ。いやでもこんだけ悪いこと起こるっていうのもな、ちょっとわかんねん。あ、わかんの。うん、あのその日のその星座占い、ほうほう、俺獅子座。あ、獅子座5位。まあまあええけどな。いやいや、5位はもうちょいええこと起こらんと納得できひんやろ。あ、でもええことっていうのもあったよ。あったんや、それ教えてや、うん、めっちゃ綺麗なテニスボール拾ったんや。全然割におてへんやないか。もうええわ。お願いします。ガズ天足と言いますね。たくさんのお客様でありがたいことでございますけれども、ご存じない方ね、もういらっしゃると思います。もうご存じない方ね、あれ片っぽオーバーハンちゃうかと思ってる方もいらっしゃると思いますけど、成人男性2人でやってるコンビでございますんでね、よかったら覚えていただいてね、まあ、ちょっと髪の毛のこのボリューム感ですよね、やっぱりね、気になってくるのはね。気になる。いや気になりますよこれは。何ですかよ。皆さん思ってるよ、え、なんでこの人横にはボリュームがあるのに縦はあんまりないんやろうと思って。刃物が上を通り過ぎたんかなって言ったの。皆さん思ってはると思いますけど、これ天然パーマなんですこれね。ええー、急にかわいそうに見てくるでしょう、ね、生きてるだけでこうなるんですからね。種類的に怖い話です、これは、まあ、あの髪型に特徴があるということでね、はい、髪型漫才です。ありがとうございました。終わられへんよ。それだけで終わられへんから。何しに来たんやお前。あ、もすか、すみません。いいです、ちゃんと話もうね。あ、すみません。こんな変な感じですけど、彼ね結婚してるんですよ。ねえ、これこっちのがリアクションでかかったよお前。うわー言うて。結婚とか言うな。ええやろ別に言うたってよ。いや女性の皆さんショックやろ。ノーダメージじゃん。お前の結婚なんか誰も何も思ってへんわ。すいません。何やお前なんです。で、偉そうに言うなよ、大した嫁でもないくせに。知ってんねんぞ俺は。大した嫁でもないんですよ。俺の嫁な。何やねん。読者モデルの卵やで。うん、読者モデルの卵はただの読者やろそれお前。本読んでるだけのやつやないかそんなもん。何を偉そうにそれっぽく言うとんねん。名前がな、うん、ゆりっていうねん。知らんって。でめちゃめちゃゲラやん。あ、よう笑ってくれねんな。まあ可愛いかな。だから嫁のことな、うん、ゆりゲラって呼んで。もうやめたれやお前。やめたってくれそれお前。超能力者みたいになっとるやないかい。え、いやでもゲラと結婚してよかったなって。ゲラで呼んどんかい。ほんで俺ゲラ、でもそんなんで結婚できたのお前は。まあプロポーズがよかったんちゃいますかね。誰も聞きたくないみたいやわ。えらいマイクより前に言ってはるけどやな。興味ないってよ。ほんまによかったんですよ。どうでもええって。あのまずね、うん、指輪3ヶ月分ポンと渡したんですよ。指輪3ヶ月分もいらんわおい。お前90個ぐらいあげてるやんけ。給料3ヶ月分の指輪でしょ。でプロポーズの言葉、そのあった Can you celebrate? ダサいな、はい、ダッサ。この後なんですよ。何よ。オリジナルソング歌いました。カッコつけすぎやでそれは。言葉では伝えきれない思いかな。俳句かえおい。ソングが古すぎるやろ。まあだから結婚できたんや。源氏物語かお前。好きな人に俳句送るって意味のわからん。まあでも俺は結婚してんけどさ、うん、俺あの新婚旅行行ってないのよね。ああそれ思い出やから行った方がいいって言いますけどね。ちょっと近々行こうかなと思ってね。あ、いいじゃないですか、行った方がいいよ、うん、どこ行くの。チリやね。チリ。チリ。海外の。海外の。え、ハワイとかグアムとかじゃなくて。チリ。え、なんかこういろんな海外はもういっぱい行ったことがあるってこと。いや初めて。初チリ。ちょっと攻めすぎな感じが。いやいや、え、チリめちゃめちゃええねんで。いや聞いたことないから。チリっていうのはね、太平洋とアンデス山脈に挟まれてるから、うん、これね海も山も楽しめるし。あ、近いんや、はい、で長いやんか。長いイメージあるね。上で砂漠あるのに、はい、下でペンギン見れんねん。おお、そうなんや。あとのイースター島のモアイ聞いたことあるよ。あれもチリ。思ってたよりええな、チリ。おい、ええねん。聞いてみたらいろいろ見どころあるやんか。だからチリ横断ツアーしようかな思ってな。縦断せえや。こんなんや、相談一瞬やお前。縦や縦。
縦行くほどの時間ないよ。ほんなら地理諦めろよ。もうチリ側も不本やろそれじゃ。お前そうかな、時間ないんやったら国内とかでしなさいよ。そしたら、うん、俺芸人やし誰もやったことがない新婚旅行するわ。すごいハードル上げるやん、うん、何すんの。日本中をね、こう二人でこう歩いて回って歩いて、うん、でその土地土地で感じたことを俳句にして本で出すね、うん、これ誰もやってない。やってるよ松尾芭蕉がそれ同じこと松尾芭蕉が奥の細道でやってるからあんま売れてへんやろ。バチクソ売れてるわおい教科書載っとるわもう。売れてる、大ベストセラーやさあんなもん。あ、そうなん。変なハードル設けるから変な旅行なんねん。ああ普通の旅行でええねんって。ほなもう大阪行くわいやそれはおかしい。大阪住んでるんやから大阪行くわじゃない、大阪おるわやんそれやったら。な、行ってないんやから。いや行くわ。だ何すんのじゃあ旅行や言うて。そうもなんか旅行雑誌かなんかで予習していったらええやんか。復習やろ多分それ。知ってることしか書いてへんぞ大阪人は。な、何すんねんって。難波でたこ焼き食べて、うん、で通天閣行って、はい、でヘップの観覧車乗って、はい、最後海遊館行くわ。どこが旅行やねんそれの。観光やし、ただのデートやし、あと生き方の要領悪すぎんねんそれ。何がおかしかで、最初難波でたこ焼き食べて、はい、その後通天閣行ってたら、はい、で梅田の観覧車乗って、で最後海遊館、何回本町に乗り換えねんこれ。いちいちずっとこんな動きや、ずっと本町や。何しとくね地下鉄の中でお前は。いやさもう景色かなんか見とったらええやん。コンクリートしかないやないかお前。何見とくねそれ、掘った技術を見とくんかそれはお前。おい2泊4日で行こう思ってんねん。なんでいちいちねえへんねん。いやでも楽しみやわ。やめとけもうええわ。ね、たくさんの方がありがとうございます。すごいですね、後ろの後ろの方までいらっしゃって、上の上の方までいらっしゃってね、ありがとうございます。どうですかね、遠目の方もしかしたらこれ片っぽオーバーハンちゃうかなと思ったからねえ、ちょっとシルエットがねそうですけども、成人男性です。伝えとかないとね分かりにくいですからね、お前そんなオーバーハンみたいかね俺じゃなくて、え、今あなたの話をしてますよね。俺のこと言ってんの。そりゃそうです、こんなに刈りやがったおばちゃんあんまいないから僕全然普通ですやんね。いやいや普通じゃないから皆さん笑ってるんですよ。いや普通ですよ。違和感がすごいから。違和感、うん、いや普通ですよ、ね、皆さん思ってるで。え、なんですか。え、なんであの人横にはボリュームあんのに縦あんまりないんやろなんかギリギリで刃物が通り過ぎていったの。そんなわけない。変な頭してるでしょ。まあこれトレードマークでやってるんですけど、しかもこれあのね天然パーマなんですよ。急にかわいそうに見えてきたでしょわざとやと思ったでしょ。違うんです、あの生きてるだけですねえ、元気ですね。あの母方のおばあちゃんがね、はい、あの羊なんですよ。やばい話ですね。秘伝のバスコンド来ましてね。だとしたらおじいちゃんがやばいやつですねそれはねそういう話になってきますから、それ攻めすぎですおじいが。中学校からの同級生でにやっておりまして。あ、そうなんですよ。そうなんですよね。僕らの中学校低学年から中1ですよね。簡単に言うと中1です。あ、中 1? 簡単に言うとね。だから小学校時代バラバラなんですけど、ね、そうなんです。隣の小学校でどんな小学生やったあなた。俺はね、そうやね、うん、賢かったよ。あ、勉強できたタイプなの、すごいね。音楽、図工、体育、道徳、みな100点。全部副教科やったけどね、今の。道徳100点。100点。もうマザー・テレサなんかな、あなた。優しいんだな。賢かったよ。すごいですね。お前、将来の夢さ、週刊文春に何て書いてた？あ、卒業文集やと思った。俺そのスキャンダルスな雑誌に夢書かへんから。卒業文集ね。夢何やった？俺結構アホやったから、石油王になりたいとかみたいなアホなこと書いとったわ。井出光か。あ、掘る方、掘る方。誰が社員で井出光に入りたいとか。あれのこと石油王って言わへんやろ大体。あ、違うんか。ほなお前なんて書いとって。俺なんかはね、うん、虫が大好きやったから。そうなんや、うん、虫といつでも触れ合えるように、はいはいはい、害虫駆除の会社に入りたいって書いてました。触れ合い方珍しいね、退治する方なんや。俺そう書いてた。あ、そうなんや。でも隣の小学校やけどさ、多分やってたふざけ合いとかで一緒やと思うね。一緒、絶対やってたやつあれよ。何、前に座ってる人の肩トントンで叩いて振り向いたら指立ててるってやつね。そういたずらやりますやんか。あ、やってみますか。はい。あ、違うやりましたよね。お前、お前の小学校治安悪すぎるやろ。お前よ、それで道徳100点やったのお前。俺これやった。ゼロゼロ、そのここにこうなるやつやから。あ、こんなんしてんの。何してんのそれは。あ、そうなん。ほら、あれは何、クラスでチーム分けるときとかにさ、なんか大体グーとパーとかで分かれてたやんか。グーとパー、グーとパーとか。でもうち珍しかったね、あのグーとチョキで分かれとって。ああ、そうそう、ま、パーなかったんか。あ、それはあんの、パーなかったらうちのシャンケグーボロ勝ちやんかずっと。あ、そうなん。そんなわけないから。いや、グーパーでとかやるやんね。俺らもそんなん違うかったで。あ、そう、うん、グーとパー。え、俺のとこパーだけ。パーだけ、うん、え、パーだけで分かれれる、そんなクラス2チームとかに。俺らのとこは、うん、裏をモテ。怖っ、なんか怖い呪いかけてんのかそれ。何、その後のゲームあんま盛り上がらへんやろ多分。いや、これで分かれてたから珍しいから。珍しい。ほんだこれはこれやったでしょ、秘密基地。秘密基地、
やるやんか、男の子やったら段ボールかなんか拾ってで公園かなんかに持って行って家みたいなの作って秘密基地できたとかで遊ぶやんか。はいはいはい、これはあったでしょ。覚えてるよね、やっぱね。で俺最近でもね、うん、あの秘密基地は見たことあるで。あ、最近のお子さんでもやっぱあんなすんすか。そうすか。あの駅の構内で段ボールをきれいに。違う、それ違うわ。見たことあんねん。まあ、仕組みは一緒なんやけど。え、いや違うね。あれ秘密基地でしょ。あれは秘密基地じゃないね、あれ本拠地や。あれ子供の遊びでしょ。大人の本気やねん、あれ。わかるやん、大体。違うの？何して遊んでた？話合わへんけど。俺らはね、あのパイロットごっことかやったね。何そのごっこやったかな、そんな。皆さんおはようございます、機長の由上です。パイロットの横やせんねん、それ。横やせの旅をお楽しみください。アナウンスすんの？ Good morning everyone、 キャプテン・イズ・ヨージョン。このまま国際線とかわからへんから。あ、そうなの？わかるよ、もっとわかる遊びなんか。お医者さんごっこもやったね。あ、まあそれはちょっとやったかもしらんね。音聞こえたらボタン押してくださいね。耳鼻科なんや。あの子供そ専門医せえへんけどな。あ、そうなんだ。だいたい総合医するで、子供は。で、一番流行ったんが、はい、電車ごっこな。それは男の子やりますよね、やっぱり。乗るんかい、おい。なんやこの謎の休み時間は。こんな遊び流行るわけないやろって。そう、なもっとあるやろ、なんか。あれやな。なんやねん。あの、うんこ味のカレーか。まあ、汚いけど、これはまあやりますよね。うん。うんこ味のカレーパン。これどっちか。違う。誰がライスかパンか選ぶね、お前。そうなんじゃ、うんこ味のカレーか、カレー味のうんこかで究極の選択やから。人生最後の日に何食べたい？今ちょっとうんこ味のカレーで頭いっぱいよ。聞くタイミングが悪いね。ドラミちゃんに一つだけ道具出してもらう。なんでドラえもんじゃあかんねん、それ。ドラえもんでいいやろ、それは。自民党に一つだけ物持っていくとしたら何持っていく？無人島やろ、多分それ。なんやねん、自民党に物一つだけ持ってる。熱い気持ちかなんかやろ、それ。でも懐かしいな。どこかやねん、もうええわ。どうでございます、ね。俺趣味でね、うん、特撮ヒーローのねストーリーを考えてんねんけど。ああ、そうなの、うん、気持ち悪い。ああ、そう、でもなんか似合う。いや、でもね、これ将来ね実写化されたら、はい、お前ちょっと主人公頼むわ。お前のやつ、うん、いや、なんかちょっと気乗らへんな、それ。いや話聞いてみて。ほんま？お前絶対吸いつくから。吸いつくの？うん。食いつかせてよ。めっちゃええから。行きたないから、俺別にその話聞いていかへんからね。ほんまやから。ほんまに、うん、まあ設定はね、はい、江戸時代の、うん、お侍さんがヒーローやねん。あー、なんか現代にタイムスリップして蘇ったみたいな。長生き。長生き、うん、長生き。江戸時代から、うん、演じれるかな。大丈夫。一応タイムスリップ一応そこはしてくれへん。俺が演じる感じやから。そう頼むわ、長生き絶対無理やから。その名もね、その名も、はい、仮面ウルトラスーパースパイダーマン。あ、だいぶ煮詰まってるね。オリジナリティがもうなくなってるわ。名前が変やね。まあ、主人公の本名が、はい、これね、辻道蓮之進って言って。あ、なんかお侍さんっぽい名前やね。そう。で、こいつのね、まあ、漢字。あ、名前の漢字ちょっと教えて。うん、辻のぞみの辻に。あ、もう、そのね、はい。で、道場六三郎の道に。料理人のね。はい、うん、で、三国連太郎の蓮に。うん、うん、蓮ね。で、神木隆之介の能、うん。ちょ、名前の説明、名前やめようか。ややこいわ。で、あと、寺島進むの進む。だから、普通に進むでわかるから、それで。で、これで、うん、辻道蓮之進。うん。あと武士が全部神妙やわ。気持ち悪いわ。あ、辻も道も蓮も神も神妙ついてるから。お前全部神妙ついてるな。だからその神妙まみれの名前だって思ってるから。神妙まみれやな。神妙、え、でもあれ神妙言うてるやん。いや間違ってないから。間違ってはないんやけど、そのおじいちゃんの数学の先生のエッキス的な引っかかり方をすんのよ。えってなるのよ。ニューってなるから。まあ、神妙でも変やけど、変やで名前が。こいつがね、うん、幅広い悪と戦うわけよ。幅広い悪。そう言い方気になる ね。怪獣からひったくりまで幅広い。幅広いね。幅広いけど、この辺は公務員に任せるとかええと思うよ、もう。こっち手役から、うん、やっぱすごい、ナスカの地上絵と塗り絵ぐらいの幅があるから、それは。全然違うからね。そう。あ、そうそうとかいらんねん。例えに対してそうそうとかいらんねん。勝手に教えてくれたから、こういうのは。ストーリーがまたいいからね。ほんまか、ストーリー。うん、まあ、ある日ね、辻道が家でぼーっとしてたら。なんじゃそのシーン。ヒーローもんでいらんよ、そんなシーン。急に歯が一本ポロッと抜ける。え？急に歯が、うん、え、なんでどっかで怪獣が現れたんやね。リスクでかいって、気づき方が。気づき方のリスクよ。はい、俺は抜いていくの。そう。全32話までしか無理やぞ、俺。毎回ハイポーズ抜いとったら。で、抜けたら、そっから早速変身や。変身はその怪獣の前でやるのは意味ないから、変身が3時間かかんねん。あ、長いねや。長いね。3時間かかる変身はもう着替えです。うん、長いね。変身で言いますよ、着替えです。で、変身が終わったらな、はい、現場に向かうねんけど、あ、そう。現場に向かうときにね、旗刺してんねんけど。
はあ、なんかお侍さんやから。そうそうそう。その、戦に向かうみたいな感じで旗さしてんの。これがかっこええねん。あ、かっこええの？そうそう。旗が、うん、まあ、武田信玄やったら、まあ、風林火山みたいな。あ、早きこと風のごとしみたいな。そうそうそう。あ、かっこええやつや。こいつの旗はね。あ、教えてよ。早きこと風のごとし。あ、風一緒かいな。うん。横島なること邪のごとし。邪悪の邪かな？高めること気のごとし。気合の気か。大いなること味のごとし。味？この旗差し行ったんや。風気味って書いてるやんけ。何やねん、その旗。差し風気味って書いた旗、うん、なびかせてどこ行くねん、それ。行きました。行きましたやないねん。行くだって、そんなんで。いや、他にも種類あるからね。まあ、風気味ではいかんからな。ああ、そらそや。輝くこと月のごとし。あ、かっこいい、月。うん。みなぎること力のごとし。あ、力ね、いいやんか。荒ぶること力のごとし。もっと力。うん。強きこと力のごとし。もっと力。この旗差していった。脇って書いてるやん。縦書きじゃないの、それ。月、力、力、力やろ、それ。ああ、脇やん、一文字で。ああ、何さしてんの、それ。他にも種類あるからね。もう、風邪気味で脇やったら、もう体温計ぐらいしかないの、あと一個。ああ。Not only A, but also B。急にどうしたの、この話。急に何々。ああ、なんで急に A だけでなく B もって言うてんの、それは。ああ。Not only A とかないから。そう。で、この肌さしてな。変な旗。そう、現場に行くねんけど、現場に着いたらな、体重がひったくりをしてるわけよ。ああ、そうなんや。ああ、怪獣がひったくりしてんねや。そう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 。あ、もうナスカの地上に色塗ってまうねや、もう。あ、そういう感じやね。そうそうそう。いらんいらんいらんや。そう。例えにそうそうはいらんねん。な、怪獣がな、あの、ひったくったバッグでこう、ポン。いや、な、ポン。爪とか牙とか、吐くとかなんかあるやろ、もう。な、辻道も、あの、ビンタで応酬や。何や、その戦いは、お前。バッグとビンタ、お前、キャバクラ嬢が揉めてんちゃうんやからな、お前、それは。ほんで、お気に召さんのかい。この例えお気に召さんのかい。とどめさして、で、決め台詞、ボンや。決め台詞、決めてや。俺は、お前が、どんだけ歯抜けてんねん、これ、おい。これ32話目や。ええ加減にせえ、もうええわ。天則と申しますけれども、よろしくお願いします。まあ、ご存知ない方もね、多いかなと思うんですけど、見た目だけでもね、覚えていただいたらなということでね、ちょっと片っぽが変な仕上がりですいませんね、なんか。申し訳ないです。なんか謝ろうと思っても。こいつすごいでしょ。お前やろ、やっぱり。すごいんですよね。え？頭がね、どないしたん、それ。どないしたん？え？別普通ですやんね。なんで横にはボリュームあんのに縦あんまりないねん、なんかギリギリで日本刀かなんか避けたんだ。なわけないやろ。ね、お願いしますね。あの、ちょっとね、お前ちょっと謝らなあかんことあんねん。あ、どれでしょうか。だいぶありますね。だいぶあると思ってます、僕。あの、去年のさ、お前のお誕生日に何もしてあげんかってごめんな。まあ、そんなん別にどうでもいいし。うん、でも、今年のお前のお誕生日はさ。お誕生日ってやめろ、お誕生日って言うてんの、誕生日のこと。幼稚園じゃないねから。まあ、俺のお誕生日は211日目。で、お前のは62日目やんか。なんで365分ので言うてんの、お前。日付を言え、ちゃん3月3日ですからね、僕はね。3月3日には。今日変わってるでしょう。おひなさんなんですよ。俺がね、何？サプライズパーティー開いてあげるから。言っちゃダメよ、それ。言うなよ。驚かせるよ、ちゃんと。だ、それまで俺、お前にね、あの、そっけない態度取ると思うけど、心配せんといて。1ヶ月以上あんねんぞ、お前。そっけなさすぎるやろ。仲悪なるわ、そんなことしとったら。あの、ヤマハ音楽教室とかも通うし。なんか仕上げ好きや。何か掘り込んでくるぞ、こいつ。珍しい。まあ、当日の計画としては。言うなよ、それを。サプライズがなくなるやろ。俺の頭の中に全部あって。言うな、毛玉みたいな頭で何言うてんねん、お前は。言うな、何も言うな、腹立つ。あの、午前0時ちょうど。なんで言うねん、こいつ、絶対に。午前0時ちょうど何やねん。お前んち迎えに行くから。俺迎えに来てくれんのかいな、で、どこ行くか分からへんように、目隠しします。あ、目隠しね、サプライズ感あるね。俺、あの、リムジンで迎えに行ってるから。あ、そうなんや、そこにバーンと。そうそうそう。で、その、リムジンの中で、うん、サプライズ。何や、急に。スマステーションみたいなやつ、何やねん。ええわ、それ。お前が作られた年の。サイボーグか、俺は。何や、作られた年って、お前。生まれた年。あ、お前が生まれた年に、作られた、ワイン。醤油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 。邪魔やわ。声あげる。いきなり荷物やわ。で、会場はね、天霊会館貸し切ってるから。お葬式するじゃないか。変やで、やってることが。で、言ってる人もね、誰か全員分からへんように。参加者が分からんように。頭からね、全員白い紙袋被ってます。めちゃめちゃ怖いやんけ、もう。伝令会館ですごい怖いことしてるよ。で、ろうそくが一本だけ立ってる。何の儀式やねん、それ。誕生日感ゼロやないか、怖いよ。お前の誕生日はさ、はい、ひな祭りでもあるわけや。3月3日やからね、そうやね。一応お代理様のコスプレ用意してる。あ、いやいやいや、恥ずかしい、恥ずかしい。急に俺京都の昔の貴族みたいなの恥ずかしいから。いや、参加者全員ね、ひな人形のコスプレしてんねん。何やそのドレスコードは珍しい。みんな持ってんやろそんな服。俺は左大臣。なんでそんなん持ってんの。左大臣なんだ。俺左大臣。珍しいよ。で、欲しいプレゼントやけど。プレゼント、もう長い付き合いやんか、うん、何が欲しいか分かってる。あ、それは嬉しいよね、やっぱりね、うん、飛び出す絵本やな。全然違う。この子や思ってる俺のこと。嬉し
しないよそんな。100分の1のスカイツリーが飛び出せ。100分の1のスカイツリー、あれ600メーターあんねんぞお前。6メーターぐらいあるやつ。どんだけ飛び出すねん。でこの後ね、マグロの解体ショー始まります。急に何やそれ。全米会談で珍しい。で食べ方もサプライズ。何や食べ方サプライズっていらんぞ。こうマグロを切るやろ。切ってでそれをこう炙ってやね。あ一番美味しい食べ方やんか。それを、うん、からし酢味噌で食べる。あ台無しだしまず絶対いらんから。俺ずっと醤油持ってるからなその時も。俺絶対これで食べるからなそれは。でここからまた移動します。なんで移動すんねんばまた目隠しして。また目隠しかい。で今度黒のワンボックス。怖いてもそれ通報されんじゃん。なんかお代理様が誘拐されてるんですけど怖いよ。行き先は六甲山。怖いねんだから行き先も。何すんねん六甲で。頂上着くやろ。でお前 目隠し外すわな。外す。なの夜景でやね。お誕生日おめでとう。もう夜景で夜景の街の明かりで、はい、もう市町村が協力してくれてるよそれは。俺の誕生日やのにありえへんやろ。そこは俺が弾き語りするから。出たなヤマハ音楽教室がここで六甲山頂で出てきたぞおい。星野源の恋できんねんなお前。ハッピーバースデーでええやろ。で二人で恋ダンスや、うん、恥ずかしい。そんなパーティーな全然いらんからな。あわそっけないから始めんな。もうええわ。よろしくお願いいたします。学天則でございますけどね。まあ、ご存知ない方もね、いると思うんですよね。もうご存知ない方ね、もしかしたら片方オーバーハンちゃうんかと思ってる方も、まあ、いらっしゃるのかなと思うんですけど、成人男性二人でやらせていただきますので、ね、よかったら覚えてくださいね。お願いしますね。お前、そんなオーバーハンみたいかな。あ、俺じゃない、俺じゃないよ。え？俺、こんな刈り上がったオーバーハンはおれへんから。俺のこと言ってんの？あなたのこと言ってるんですよ。俺、全然普通やんか。やっぱ普通ではないですね、仕上がりがちょっとこれ。仕上がり。なんでこんなことなってんの、これ。なんでこんなこと。何？なんで横にはボリュームがあって、縦はあまりないんや、これは。アフロでもないし変な頭やねやっぱりね。映画な別に。バランス悪いでしょ。これ理由があるんですよ。これね天然パーマなんですね。ね急にかわいそうに見てくれるでしょ。生きてるだけでこうなるんですよ。種類的には怖い話ですからこれ。ね母方のおばあちゃんがね、はい、羊なんですよ。あの話、ね。遺伝がガーンときましたね。そんなわけないやろ。びっくりしました。だとしたらおじいちゃんが攻めすぎやろそれはお前。ね、おばあちゃんが羊ってありえへんからな。そうそうそう、ちゃんとしてください。はい、ね、まあ割とええ年なんです僕らもね。そうなんです。中学校からの同級生でやってまして。そうなんですよ。まあ割とええ年です。僕ら中学校低学年からずーっと、ね。あんま言わへんそれ。中1でええねあれ。中1で。一緒なんです。あ、そうなんですよね。割とええ年でございます。もう今年でお互いね。はい。40歳ですよ。33ですよ。若く言えや。なんで上にさばよねそれ。見えないとか言うてほしかったんやろ。誰も言うてくれへんやないか。もうまあ身寄りよっちゃ40かなみたいな空気やったと今。なんで自分から傷つきに行くねお前は。二社参入したらもう40やん。二社参入するからやん。四社五入しか聞いたことないわ。二社参入何してるんかいそれ。ほとんど繰り上がるやないかそんなちょっとの。世の中40代だらけやぞそんな。もうよう喋るな。うるさいお前が変なこと言うからよう喋らざるを得ないんだよこれは。あんな、うん、俺今なむちゃくちゃモテてんのよ。黙れよ。モテるわけがないお前みたいなもんが。いややっぱり大人のホルモンが出てモテんやろな。フェロモン出せ。何大人のホルモンで。内臓ちょっと見せとんかお前は。いや、ほんまにモテんねん。モテるわけない。学生時代も一つ思ってなかったんですよ。もうバレンタインがでもギリチョコしかもろてへんやないかい。ギリチョコ。ギリチョコや。オレオってこと？オレオ、ギリチョコみたいな感じするけど違うから。あれビスケットやん。え？誰がオレオのことギリチョコって呼んでる？いやでもほんま、今ね、一番モテてる。ほんまか、おい。過去最大風速。なんで風やねん。本当に。風で感じてモテてるってなってんの今。すごい。意味わからんやないかい。もう疑ってんの？そらモテるが分からへんもん。モテるわけないもん。ほなコンパ開いたろか。別にナンパしてもええし、うん、俺モテ方半端ないから。喋り方腹立つねお前。だからコンパナンパ半端やってムパンパうるさいぞお前。黙っとけほんまに。やっぱ美意識が高いからやろな。意識しかないな。じゃあ効果出てませんよ。じゃああなた美意識で。俺ね、うん、メンズコスメとか使ってるからね。気持ちの悪い。効果出てませんよ全然。いやいやいや、ね、俺が使ってんのは、うん、GHQ。 マッカーサーがどうしたんやろ。DHC やろ多分それお前。マッカーとか美容関係あれへんからお前。いやでもね、うん、読者モデルの卵とかもね、うん、実践してるからね。読者モデルの卵はただの読者やろそれ多分。本読んでるだけのやつやないか。誰の意見参考にしとんねんお前は。あれかなんかお前なんかそんな意識してなんか半身浴しながら本読んでとかそんなのやっとんのかいな。いや俺は半身浴じゃなくて。あそうなん。全身浴。なんで潜ってんねんお前。潜ってるよ。本読みながら。読まれへんやん。水中なんやから。読めへん。何言ってんねんお前。あと今ね腹筋めっちゃ鍛えてんねやんか。まあたるんではね来ますからね。ええ年になってくるとね。ゆくゆくはね、うん、卵のパックみたいにしたいね。もう何個入りやねんそれを。それ言うんやったらシックスパックやろそれ。俺はセブンパック。奇数無理やねん。気持ち悪い奇数なんか1,2,3,4,5,6 7 7ってなるやろ。何の話してんの。で今ねちょっと全身脱毛ちょっと興味あんねんけど。えちょっと消化の表ねここやっぱあれ首から下つるんです。そう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 。もう耳かきやん見た目そんな。ここから下つるんとして上だけバッとしてお前。そんなやつのコンビ組みたないわ俺は。いやでもこういうことしてるから、うん、俺はねこう着たい服着れてるわけよ。着たい服がなんでそんな美術教師みたいな格好やねんお前。いやもっとおしゃれな服着ろよ。おしゃれやこれ見てみよお前。ギラギラやな裏切るお前。そこちゃうねんダサいの。この中やないこの赤い直帰はこれ。そう。お
おじいちゃん半袖やん全部袖足らへんねんお前ええわちゃん着たい服がダサいぞお前はええねまあこれは外見完璧やねんけどどこが完璧やねんそれのあの内身もちゃんとせなあかんやんかどっか朝あんのかお前外見の反対中身やん何内身ってお前だからねまあ言うたら健やか安しならなあかんやん、うん、健康って読めあれお前誰がでも健やか安しって読むよ健康訓読みしたら初めて見たわお前俺最近ね、オーガニックカフェにハマってんねん。うわ、生きてますね。オーガニックカフェ。そんなとこでお前何食うねん、お前みたいなもんが。まあ、葉わさびとか。葉わさび、うん、わさびの葉っぱのとこ。うん、大根なとか。大根の上のとこがやな。あと、キャベツの芯。キャベツの芯、うん。これをね、サラダを食べてるわけよ。参加コーナーから生ゴミ入れて食うとか、それお前。そんなもんにお前金払うな。なあ。あと最近パクチーがめっちゃ辛いねって聞いたから。言うね、確かにね。ベランダでね、パクチー育ててんねん。変なことすんなってお前。もうパクチーなんかまずいやろ、大体あんな。それほんまにうまいパクチー食べたことがないからやで。それ言ってくるやつパクチーより嫌いやわ。めんどくさと思う。いやでも俺が育てたパクチーをね、なんか食べたらこう気分が高揚してきて、自分は神様になったんじゃないか。それパクチーなんかほんまにおい。おい、なんか脱法系のなんかちゃんかそれ。危ういってやめろそういうことすんの。プチ断食もしてんねん。プチ断食モデルかお前は。今8日目。どこがプチやねんそれ。もう悟り開く勢いやないかそんなもんお前は。誰が悟り開くやお前。言ったん俺やおい。意識飛びかけとるやないかよもう。なんか食えよもう。今パクチー食べるわ。それ食うな。もうええわ。どうも。ガクト君と申しますね。よろしくお願いします。ご存知ない方もねたくさんいらっしゃると思いますけども、まあよかったら彼の髪の毛が天然パーマだということだけ覚えていただいたらね。いいと思いますんでね。あ知らない方意外とざわっとしましたねこれね。そうなん天然パーマなんですこれね。母方のおばあちゃんがねトイプードルなんですよ。そんなことない。聞いたことないんでね。違いはただの遺伝ですからね。嘘つかないでくださいね。まあ言ってますけども。まあ皆さんの周りにもね、いらっしゃると思うんですけども、しょうもない自慢してくるやつっているでしょう。それ言われてどうしたのみたいなね。僕そういうやつがね、嫌いなんですよ。俺年間300本映画見るんすよ。こういうやつね。こういうのが嫌いなんですよ。なんだその300本映画見るってやつ。もう僕は毎日暇ですって言ってるのと一緒やで、それは。逆に。何の、うん逆に何の？もともとインドアな人やんか、うん、でまあ映画好きな人やし、で人の話聞かれへん人やしな。ちょっと自分のこと人っていうのやめてもうていい。イラッとすんねやんか。最後の何人の話聞かれへん人ってクズやないかそんなやつ。何の偉そうに言うてんのこんなところでカッコ悪いわ。だから最近スカパー入ってん。話聞かへんなほんまに。知らんけど。あれめちゃめちゃええねんて。ええんか知らんけど、ね。あれな月額3980円で見放題やねん。うん、そうなんや。うん、お前入ってなかったら人生半分損してんで。それやつ嫌いやわ。お前が3980円損してるだけやそれは。俺の人生今関係あれへんやん。何やねんそれ。もう最近もね、霧島部活やめるってよとかやってたからね。いやもうそれもう新しいのやってんやろ、うん、それ知ってるよ。見た？いやまだ見てへんけど。人生半分損してるわ。いやそれよ。俺も人生4分の1だってことやんけお前。このすごいこれはおい。でもあれ俺は原作の方が好きやったけどな。それ言うやつ嫌いやわ。見んかったやんそしたら映画を。ちなみに原作は読んだ？ああやばい流れ。まだ読んでないけど。人生半分損してる。もう人生ギューなってくれ俺も。あとちょっとや人生やめてくれってもう。だからもう最近映画見すぎてね。なんやねん。全然寝てないねん。もう一番しょうもない自慢やでそれ。寝てない自慢なんて。もともと全然ねんでもいける人やねんけど。人やめても照れそうやもうそれ言われたらちょっと。もうね一睡もしてないよ。嘘つき出したやん。ほんま。一睡ももう嘘やんか。いやいやほんま寝る暇ないねん。いやもう忙しいふりしてカッコつけんな。いやほんまやねん。ほな今日朝から何してたか言うてみや。寝る暇なんか絶対あったはずやねん。まず起きてで起きたやんか。まず起きたよ。え何自分目開けて横になってたこんな感じで。何この状況意味わからへんよ。まさか濡れ衣を着せられるとはな。どういう使い方やねん。お前が濡らして勝手に着てんねやこれ。俺関係ないやろ。お前そんな性格やったら女の子にモテへんで。お前に言われたないわ。お前より絶対モテるからな。俺はモテるからね。モテるわけない。何やその仕上がり。ほとんど美術教師やないかお前みたいな。こんなやつがモテるわけないんや。ふざけんなよ。疑ってんの？疑ってるよ、そら。ほな、コンパ開いたろか？別にナンパしてもええし。俺モテ方半端ないから。喋り方何やそれ、コンパナンパ半端ないって。うんぱんぱうるさい、お前は。うんぱんぱん言うな、お前。大体、女神分かってたさそうやもんな。女神？俺女神分かってるからね。女神と秋の空女心やろ、それ。何それ女神って怖い響きの言葉。女心も読まれへんやないか、お前は。お前はうじうじうるさいな。ハキハキうるさくない？うじうじはしてないと思うんだ俺はな。そう、そういうとこ出てるわ。何出てるわ。B 型出てるわ。もう鬱陶しいな。お前、血液型今関係ない。性格やから、これは。すぐ上げ足取ってくるやん。お前が足上げたんねや。取るやろ、そしたら。取りやすい高さなんや、お前の足がよ、さっきからすると。部屋も汚いやろ。決めつけてくんなって。俺部屋綺麗から、普通にな。A 入ってる B や。それ言うやつ嫌いや。
根拠がないのよ、それは。おとん O やねん。おかん B やねん。ほら、入ってへんやろ。もう、お前のヘリクツはもういいわ。いや、理屈しかなかったやん、今。な、俺ヘリクツやったら、お前ただのヘイやぞ。な、理屈はないやから。聞け、人の話、お前は。何歳や、お前。理屈に見える？そういう話してんじゃん。何歳でもええねん。子供じみたことすな言うてんねん、俺は。そういうとこ出てるわ。だから、B 型関係ないって。魚座出てるわ。あんま出えへんやろ、それ。なるぞ、なんかピチピチしてた、俺今。魚座感あった。ほな、お前何座やねん。俺、獅子座。あ、ちょっと出とんな、なんかこの辺に。お前と喋っとったらイライラすんねん。俺、人イラつかせんの得意やねん。しょうもない自慢すな、もうええわ。どうも、明日。ザ・マンザイツアーということでね、ありがたいで晴れやかな舞台で、あ、そうですね、徳田と養生で学天則でございます、はい、養生君の方が天然パーマということでね、あ、そうですね、よかったらそれだけ覚えていただいていいでしょう、すごいボリュームでしょう、なんかね横にはね、ボリュームがあるんですよ、でも縦はあんまりないんですよ、トレードマークでございますので、よく覚えていただいてよろしくお願いします、はいはい、まあでもなんかね、こうなんかこういろんな流行りが、スタリがあったりするじゃないですか、はいはい、でもその流行ってるものにこう乗っかったりするのってちょっと恥ずかしかったりしますよね、あ、それがあんま好きじゃないんですよ、ね、俺あの最近体幹トレーニングしてんねん、あ、嫌い嫌い嫌いやわ、流行りに乗っかってしてんねん、普段筋トレもせえへんやつが何してんねん、お前何が大会やんな、もういやいや、もうあのお気に入りのトレーニングウェアも買ったし、発音ええな、おい発音が、うん、ウェアやれ、あとヨーガマットも買ったし、いやヨガでええやろ、誰がしっかりヨーガっていうのよ、うん、アルシムぐらいしか言わへんけど、ヨーガみたいなもん、いやでもまあ健康に越したことはないやんか、まあまあでも何やってもね、まあ、ならへんもならへんことしますけどね、うん、なあしゃあないな、お前にね、健康のこの字から教えてあげよう、毛の字から教えてくれよなんで俺飛び級入学やねん、健康ここからおかしいやろ、いやでもめっちゃ勉強してん、今回もう意識高いねん、今回じゃあ前回あかんかったやないか、やっぱり流行りにつ言っとるだけやお前、うん、教えてあげるわ、あの朝はね、うん、グリーンスムージー、いやまあまあ流行り乗ってますね、グリーンスムージー効きますわ確かにね、で昼はね、アサイーボール、アサイーボール、で夜はね、フルーツグラノーラ、それみんな朝やそれその3つを3食に分けたら腹ペコやで、夜フルーツグラノーラ夜無理やからアホなんちゃうかこいつ、やっぱりね、あの道端アンジェリカとか見てると、見るなお前が、うん、まずお前が見るな道端アンジェリカを、あそうか、まあ、俺まあ身長168やから知らんて、まあ、あの水原希子見てると見るな見るな、だから、うん、女性モデル方面をお前は見るなよ、いやいやでも何の影響も受けてないからお前は、いや俺あの希子ちゃん意識してボブにしてんの、ボブや思ってんじゃんそれボブやと思ってやってんの、ボブ縮れすぎてるじゃん、あまりに縮れすぎててもう何か分からへんから、ほんまに全然あかんよ、あそうで、なんかそれやってるように言うてるけど、うん、痩せてますよね、なんだかんだね、別にね、そんな太ってないじゃないですかそんなも痩せてないって、そう、褒めてはない、褒めてはない痩せてないすごい、それおばはんの断り方やから、いやいや、私なんか太い太いのやつええの、ほんま太いね、太い、いや太いんかしなきゃ、いやガリガリやけどね、危ないよ、もうなんかまあでもちょっとね、痩せたっていうのは事実やねんけどな、あ、そうね、痩せた、やってたら痩せたよ、まあまあ英語だよね、うん、まあだからね、あの着たい服着れてるしね、着たい服それなんや、うん、着たくてそれ着てんねや、うん、恥ずかしい、何これ中、いいよ、赤いチョッキ着てて、着てる着てる、え、うん、半袖やんこれ着たい服な、服着たいっすよ、これ着たくて痩せた、うん、なんで心臓に向かってぬくなっていくんやこれ死ぬんちゃうか、これ着たかってん、死ぬんちゃう、うん、まあでもね、あの痩せるためには、あの余剰メソッドっていうのがあるからね、お前流のなんかそのトレーニングとか食事制限みたいな、そうそうそう、何してんの、塩舐めて芋焼酎飲むね、死ぬ死ぬすごい早死にするやつそれ、うん、やめてそれ、うん、塩舐めて芋焼酎やめて、であと食事も変わってきたね、あ、変わってきた、やっぱり食事はね、うん、変えていかなあかんのかね、やっぱあの時代はあの、うん、オーガニック、語尾上げんといていいなやなしに、うん、オーガニック、そうそうそう、自然食みたいなやつや、うん、気にしてんねや、だからあのラーメン屋行っても汁は全部飲まへんし、うん、でマクド行ってもあのポテトはねサラダに変えてもらうし、うん、であと串カツ屋行っても衣は全部取って食べるね、俺はまず行く店やってオーガニック気にしてどこ行ってんねんお前ラーメン屋行って、うん、マクド行って、うん、串カツ屋行ってるやん、でそこでそれっぽいことやってるだけやから店買えや店を、いやでも俺ね、オーガニックカフェとか行ってるからね、あー嫌い嫌い、一番嫌いや、うん、行ってんすよ、オーガニックカフェとか一番しょうもないからね、いや行ってるんですよ、嫌い、なしょうもないメニュー出しとんねんあれ、葉わさびやって、うん、わさびの葉っぱ、葉わさび、うん、大根菜のおひたしやって、うん、キャベツの芯の浅漬けやって、うん、三角コーナーから生ゴミ拾っときょんがある誰があんなもん食うねわざわざお前であれやろ、どうせオーガニックカフェのオープンテラスで飯食うてんやろなあ、排気ガス吸いながら健康食食うときお前ねしょうもない、余計不健康なあれあんなとこに、でね最近ね、あのベランダ菜園も初めて、ああもうだから嫌いやねんで、そういうやつが俺はもう
なんやベランダ菜園って。俺、偏見やけど、ベランダ菜園やってるやつね、金貸さへんでもう決めたからな、俺。うさんくさいから。理由はうさんくさいからです。いや、でもやってんねん。知らんって何育ててんの？ハーブ。嫌いやわ。気取ってるわ。ハーブ育てて。知らんハーブなんかないや、それは。あの、パクチーとかもハーブに入れるから、ね。ええねん、だからパクチーとか食わへんやろが、あんなまずいもん。いやいや、それお前ほんまにうまいパクチー食ったことがないからやって。それ言うやつはパクチーより嫌いやけどな、俺は。余計腹立つ。いや、でもあの、俺が育てたパクチーは、もうあの、味も全然せえへんし、で、匂いも全くないし。全くない。んでね、料理の邪魔全然せえへん。じゃあもうパクチーちゃうやろ、それは。育て方間違うとるやないかい。で、何よりね、食べた後にね、こう気分が高揚してきて、自分は神様になったんじゃないかな。違うな、違うな、だいぶ違うやつ。違うハーブ育ててるわ。やべえ。今度あの、オレンジで取れたハーブでハーブティー入れた。怖い怖い怖い。二人とも飛んでしまいそうやから、やめや、そんな。で、ゆくゆくはね、うん、俺あの、米作りたいね。ベランダで水田ベランダ水田しようと思ってるお前、うん、菜園までじゃそんなもん。やっぱ自給自足っていうのが地球に優しいからね。地球に優しい、しょうもないわ。これからはね、うん、エコ覚えたてやなお前、うん、エコしょうもないね。お前地球に優しくしてるか。どう答えたらいい質問やねんそれ。お前地球に厳しいなって言われたことないから多分優しいんちゃうか俺。まああの俺もね、うん、あのエコに目覚める前は目覚めとんかい、うん、ゴミは全部ポイ捨てしてたし、で油は全部ねあの排水溝にそのまま捨ててたし、であの粗大ゴミは全部あの不法投棄してきた。お前だいぶ厳しかったよな。お前地球にめちゃめちゃ厳しいでそれ。不法投棄とかやめや。でも俺これ気づいてん。なんやそれ。これはエコじゃなくて、うん、エゴ。決まってないから。こっちも決まってないからな。カッコつけてるけど、なんやそれ。いやでもまあそんな言う、まあ、いろいろ言ってるけどさ。なんやねん。エコだよ。エコだ、奥だや、おい。え？お前エコって、エコだって呼ぶな、俺のこと。奥だや。エコの意識強すぎて、エコだ言うてもたわ。腹立つわ、なんか。ごめんな。なんか気取りすぎて全然言えてないからな、イラッとする。ごめんごめん、あれへんねん。いやでも海外のセレブとかもね。なんやねん、海外のセレブって。あの、エコの意識高いからね。意識すな、お前が海外のセレブを日本の貧乏に。そんなもん。いや今ね、あのこの星はね、もう危機に瀕してるわけよ。地球のこと星って言うとんかい、うん、一つも尊敬できへんわそんなやつ、うん、地球は地球やから。いや聞こえるやろ。なんやねんこの地球の悲鳴が。なんで横の俺の絶叫は聞こえへんねんお前に。パスから声だけ聞くなよお前は。腹立つの。いや俺そういう意味も込めて、うん、俺は体幹鍛えてんねん。全然繋がってへんやねんか。もうええわ。どうもありがとうございます。イカちゃんの後に漫才できるのは僕らぐらいですよこれは。ありがとうございます。日も座ってますからね今日もね。ありがとうございます。頑張っていきましょうね、本当に。あのさ、うんうん、あの午後の紅茶っておかしいよな。なんか面白いこと言い出したよ。何？お菓子美味しいですよあれ。いやあれね、何、午後の紅茶っていうことは、うん、ほな午前に飲んだらあかんのかいっちゅう。あ、それ小学生が言うやつやわ。それ小学生が見つけたのテンションで盛り上がるやつやから、大人はやめて、それ恥ずかしいから。あとね、東京ディズニーランドもおかしいから。うわ、もうええわ、そのなんか千葉にあんのに東京みたいなやつね。あれ千葉にあんのに東京ディズニーランドって言うてんねん。なんで同じこと2回言える。ハートいかついなお前。聞こえてないんかもう声は。一番おかしいのはね。何やねん。カップ焼きそばな。何？あれ焼いてないやん。うん、茹でてるやん。ほなカップ茹でそばやん。小学生かで、ね、だから。何やカップ茹でそばってそれ。いや、茹でてんねんから茹でそばに変えないと。カップ茹でそばやったらまずそうやろそれは。いや、それは誤解生じるから茹でそば。焼きそば味やから焼きそばって書いといたらいいんやん。味のこと今言うてない。茹でそばに変えない。ほなお前今筆箱使ってんのか。なあ。中筆入ってるかお前。下駄箱の中下駄入ってるか。黒板は緑やけどな、爪甘いねん全部。甘っとけよ。俺副業しようかな思ってんねん。本業頑張れってまず。何も副業の話すんねんな。会社起こすねん。だ夢が無駄にでかいねんお前。アドベンチャー企業や。アドがいらんぞ。ベンチャー企業や。何アドベンチャー企業で楽しそうなやつ。入り口運転かなんかこういう楽しそうな。でも成功したら、今度ね、あの、ラスベガス行こうかなって。だから夢だけでかいな、お前は。何や、それ、ラスベガスで何すんねん、おい。いや、漫才やん。俺も行くやつかよ、おい。行くよ。行くか、ラスベガスに漫才で。俺ら二人の漫才っていうか、まあ、作品は。恥ずかしい、恥ずかしい、恥ずかしい。そんなこと言ったらあかんから、漫才やから。言いやすい風に漫才。いや、二人ででっかい花火。何やねん。吹き上げようぜ。打ち上げようぜ。なんで、すぐらいな。地道に行く感じ、ラスベガスで。珍しいよ、そんな人。お前な。何やねん。ナポレオンも言うてるやん。いや昔の偉人とか出してもビビらへんからな。我が輩の辞書がない。言ってないよそんなこと。我が輩がちょっといじめられてるやんかそれ。あれ我が輩の辞書が辞書がってなってるから。 お前ななんか言うよこういうことやった時は。お前ほんで俺らはな、なんやねん。今年でちょうど14年目や。1年早がちょうどって言うには。お前何がちょうど14年やねんそれ。いや14年って言ったら結構な節目がちやんか。節目やそれ。なんで14年経ってちょっとこんな感じでやってんの。こういう時なんか言えよって言えんから。俺はね、何やこのまま腐った大人になりたくない、ね、ああもう腐ってきてますよだいぶあなたはもう。人に敷かれたレールなんか真っ平や。なんで30代でまたレールに乗っとったよお前まず。
誰も本当の俺分かってくれなかった。なんか昨日寝る前に尾崎豊が聞いたんかお前は。思春期こじらしとんぞお前。俺尾崎の生まれ変わりよ。そんなわけないやろお前。お前が生まれた時まだ向こう生きとったやないかお前。いやそれ謎の尾崎しばらく二人時代は意味わからない。いや絶対にそうやねんて。そんなわけない言うてんねん。命かけるわ。小学生かもうええわ。どうもありがとうございました。どうも、学生局でございますね。よろしくお願いします。何それ。本来の姿です。ももクロのやつじゃん。そう、卒業しますし来年からこれをユニフォームやっていこうかなと思ってます、ね、いや絶対やめて。やっていこうと思ってる、ね、絶対やめてな。これはもう止めれないことなので。これはいや絶対嫌やで。ごめんなさい、もうちょっとすいませんけども、まあ、来年頑張っていこうかなと思ってるんですけどもね。まあ来年こそね、やっぱりちょっと抱負と言いますか、来年こそ目標叶えたいなと。ああ僕はやっぱり、ね、クイズ番組に出るのが夢なんでね。あらそう。でクイズ出たいなと思ってるわけですよ。できればこの格好でね。それはやめてな。それはやめた方がいいかな。ああそうかな。でも自信あると。自信ありますよ僕はクイズはね。なるほどね。はい、問題。あら、いきなり来ますね。全然何でも答えますよ。今何問目。一問目。正解。正解やない。素晴らしい。正解じゃなくて。何何やない。何や今の問題。いやこういう問題あるやんか。そういう問題があるから、それクイズ番組の中頃ぐらいから。誰が一問目にぶち込んでくんねそんなもん。わかるやろそれぐらいやったら。ちゃんとした問題くれよ。問題。はい、ピカソ、うん、ダリ、ゴッホ。有名な画家ですね。いい問題っぽいね。なんか咳してるみたいに聞こえるのは。ゴッホ。正解。咳してるみたいに聞こえるっていう問題聞いたことあるか。クイズ番組で。え、クイズ番組風にちゃんと問題出してよ。了解。正解みたいに言わねえから。問題、はい、一度ガラスの瓶に入ると二度と取れなくなるものなーんだ。謎謎じゃないのそれは。じゃクイズ番組と謎謎って別物やで。なんだ。なんだって。何え何考えたらええんかいな。ガラスの瓶に一度入ると二度と取れなくなるもの、うん、ビー玉とか。残念。何やね。日々悔しいだけやわ。すぐ誰かに言いたいやんけ。不正解だったということで一回休みです。いや一回休んだらもう何も起こらへんから。なんでお前が休んでんのよ。お前が休む時間なんなん。なんで疲れてんのじゃ。さあ回答権復活でございます。お前が復活しただけやろ。問題、プロ野球で宮城県を拠点とするチームとはどこでしょう。あ、いい問題やんか。次の中から選んでください。選択肢があるわけね。12択です。全部入ってるわ。東北楽天ゴールデンイーグル。それ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 。 B もう聞いてられへんって。聞いてられへんって。12個もからほら。鹿島アントラー。変なの入ってるやん。もういらんって。 A や A。 A わかるから。問題、はい、家庭料理といえば何。家によるやろそれ。おのおのに答えがあるやろそんなもん。何。味噌汁や。残念。何やねん。ラザニア。そんなことはないやろ。お前何食ってんの普段。早口言葉。この竹焼きに竹竹竹、この竹焼きに竹竹竹、この竹焼きに竹竹。諦めろやもうそれ。竹かけたと何回言ったでしょ。一回も言えてねえ。正解。正解ってない。問題、地球温暖化を食い止めるためにはどうすればいい。なんでそれ俺に聞くんや急に。クイズちゃうやんもう。あなたなりの。あなたなりの。なりの電車の利用を心がける。いいでしょう。いいでしょうって何や。どこがクイズや。もうええわ。どうもでした。原則でございますね。たくさん入っていただきましてね、ありがたいことで。まあこんだけいらっしゃったらね、もう初めましての方も多いと思いますしね。まあ気になってると思うんで、一応言うときますけれども、はいはい、こちら相方四条くんの髪の毛はこちら天然パーマになってますんでね。どうぞ目ざ、あ、いいですね。皆さん何かざわざわしましたね。ありがとうございます。それだけ覚えていただいたら、両親がね、羊なんですよ。そんなことないです。ね、両親が羊なら、じゃあ羊生まれてこらおかしいですから。ね、頑張って日本足で立ってるんです。いや、ギリギリで今、ギリギリでやってるということなんで、なんとかあったかい目で見ていただきたいですけどね。まあ僕たちもう30歳でございましてね。そうですね。もう来年からもどんどん若々しくいかなあかんなと思って、はいはいはい、最近ちょっとジムとかもね行き出したんですよ。おー、ユーキャンで資格取って。あ、ジムが違うわ。え、誰がデスクワークの方すんのよ。え、違う、いきなり転職せえ。違う違う、若々しく言ったらスポーツジムでしょうが。ああ、はいはいはい、そういうのいいね。まあそういうのでね、若返りせなあかんなと思う時があるんやけども、うん、あなたも30歳でしょ、うん、あるんちゃう。いや俺そんな別に何もないけどな。ないの。うん、まあそれ元気でいいね。まあちょっとだけ、うん、まあ体力は落ちたけどな。まあ多少のことはねありますよ、30歳ですからね。だから家の階段登る時とかでも、はいはい、大丈夫かおい。毎日のことやで、ね、それ、うん、もう最後の一段なんかもうわ、声出てんの。ああ、ラスト一段声出てんのも、うん、なるけどな。ちょっと老けすぎちゃうから大丈夫。で、あとちょっとね、筋肉痛がね、うん、ちょっと遅れてくるようになったわ。あ、まあ若い時はね、その日か次の日ぐらいに来たけどね、遅れてきて2日後とかありますわ。今7日後。遅れすぎちゃう、うん、いつの何が来てんのかよう分からへんやろ、それ7日も経たれたら。うん、何それ、うん、でね、朝早く目覚めるようになったわ。もう年寄りやないか、お前。朝早いの、うん。だから夜中の1時に目覚める。早い早い早い、お前。うん、
寮行けよ。うん。もうそんな時間起きるやつはよ。もう普段はもう寝てるよ、この時間。今うん。午後7時寝てんのも寝てる寝てる。年寄りやって、それわかんて。だとね、トイレが近くなったわ。だからもう言うてること年寄りやで、お前。今ね、1分間に2回行くね。すごい行くやん。もう住んでるやん、トイレに。うん。行き過ぎ行き過ぎ。んであれや。なんやねん。あのね、脂っこいもんが苦手になったわ。もう口の趣味が変わったとかもうおじいちゃんやで言うてること。だって今ねもうね、煮物中心や。だから年寄りやないか。柔らかさ求め出したらもう年寄りやで、お前。いや、その中でもね、高野山炊いたやつはほんまに美味しいよ。お前高野豆腐に酸つけ出したらいよいよ年寄りやぞ、お前。美味しいの。赤赤赤赤赤、もう若々しく。デザート食べるよ。あ、それ若いかな。うん、黒飴。じじいやないか、お前。俺まだ自分で買うたことないよ、黒飴。美味しいね。赤、え、大丈夫？趣味は？趣味山菜取り。じじいやないか、ほら。もっと若々しいやつ。若々しいやつ？まあ、30歳ダンディーにダーツとかね。あ、そんなやった方がいいんじゃない？それはいいかもしれんな。そっちの方がそっちの方が。大丈夫、じじい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 、大丈夫が震えすぎてるわ。それやったらもうまっすぐ投げられへんやないかい。え？そんな震えとったらまっすぐ投げられへんやろ。え？じじいか、おい。耳遠なってあるから、いきなり。おい、じじい、徘徊すんなよ。家族が不安になるやつやから。何してん？あの戦場に散った友達のこと思い出さんでええわ、お前。おらんやろ、そんな友達お前には。なんや？一番変わったあったわ。なんやね。体力が落ちた。だから家の階段登る。聞いた、その話。おじいちゃん聞いたわ、その話。聞いた。この短期間のおならでもどんだけ老けてんねん。やっぱり若返る方法なんか考えろや。今ポリタンク担いで湧き水汲みに行くわ。やり口がじじいや。もうええわ。どうも、ありがとうございました。学生徳と申します。お願いします。お願いします。僕たちね、幼馴染で、コンビ組んでました。言うたら仲良しコンビでございますので、ね。仲いいんですよ。よかったら覚えていただきたいななんて思ってますよ。ちょっとね、この仲いいところを見せるためにね、はいはい、ちょっと歌をハモりますわ。あ、ハーモニーを奏でてね、はい、これ仲いいですよとアピールしましょう。はいはい。あなたハモリできるんですか？ハモれます。いいじゃないですか。じゃあ僕が普通のとこ歌ってあなたハモると。はい。何の曲やったらいけます？ドイツ国歌で。あ、僕が無理ですね、それは。主軸が無理ですね、それはね。無理。僕もいけるやつがいて、スマップの、世界に一つだけの花。はいはい、そうやったらいけます。いける。ただ僕いきます、ね。お前普通歌ってくれたらいいから。俺下のパートでハモるから。あ、下でハモるんですね。俺下。普通上ですよ。うまいか。やや気になりますよ、それ。うまいね、うまい。まあまあまあ、うまいんですよ。めっちゃうまいから。みんな行きましょう、行きましょう。はい。3、はい。世界に一つだけの花。なあ何が起こった？え？何や？俺下のパートやったな。さ、音程の話しねんじゃん。なんか語尾がぶつかってきたよね、なんか。歌ってもないしやん。歌ってもない。ハモるんでしょ。あ、ハモるんや。続きから行こう。オッケー。ちゃんとして。行きましょう。3。はい。ドイツ、ドイツなん違うかねお前。多分ドイツ国歌歌ったやろ、今。一人一人のところでドイツが聞こえてたの、今。俺下のパートやったな。じゃあ音程はまだ分からへん、俺はドイツ国歌やから。言語が違う、言語が。だから、世界に一つだけの花をハモる。オッケー。続きから。オッケー。3、はい。その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。お経？これ。何供養なのこれはもう。わて、あんたの一つだけの花になれたんやろか。そのセリフないよ。わてみたいなやつないないない。なんでハモってんの？ハモれてないやん。やっぱドイツ国歌にしてくれ。それは無理や。もうええわ。どうもだ。どうも、学天作と申します。お願いします。ね、頑張っていきましょうよ。はいはい、行きましょう。いや、僕ちょっとあのね、趣味をね、うん、ちょっと見つけたいなと思いまして。あ、そうなんや。だからちょっとあのね、バスケがしたいのよ。バスケやろうかなと思ってね。あ、そうなんや。あなたはちょっと中高とバスケ部じゃないですか。うんうんうん。すごく意外ですけど。え、そう？いやもうかなり文化部ですよ、あなたの顔。あれそう、副キャブやったけどね。あ、バスケ副キャブでした、あなた。うんうん、僕、吹奏楽部でトロンボーンかと思ってました。違うよ。あ、そうですか。あーあーいや、でも、いや、まあ、バスケ部やんか。か正解はちょっと教えてもらおうかなと思って。あ、なるほどね。でも、なんでまたそのバスケを。ああ、バスケを。うん、それはまあ、ベタにちょっと漫画をね。読んだらかっこええな、思って。お前も俺と一緒で、ハーレムビート読んで火ついたやな。全然違います。うん、ハーレムビートのマガジンでやってた、ま、もうめちゃめちゃなバスケ漫画でしょ、あれ。キャプテンの髪の毛が腰ぐらいまであれてるでしょ。シュート打つのこと投げるってやつでしょ。そんなんでおなじみに。あ、違うんか。そうやで。ああ、まあまあ教えたってもええけど、うん、何に憧れてるとかあんの？それはまあやっぱ三井でしょ。ね、ゆり？ゆり、三井ゆりじゃない。それとサッカーの審判になるやろ。え、誰か。三井久志やわ。ああ。スリーポイントでしょ。ああ。スリーポイントシュートしちゃってね、かっこいいやんか、三点。ああ、なるほどな。うん、まあでもどうせ目指すんやったら、うん、もっと三点より上の点数目指した方がええよ。上の点数ないよ、三点がマックスでしょ。だって。いや、あるよ。え、あんの、うん、あるある。え、5点やろ？聞いたことないで。7点やろ？聞いたことない。で、11点やろ？で、13点やろ？で、17点やろ？で、19点やろ？で、23点やろ？で、29点やろ？もう分からんけど、多分素数のだけあるんやな、ほんなら。素数の分でもう無限やんけ。あるある。どこまで言うつもりやって、お前。あるからね。あるからって、え、何遠くから入れたらもうっていうことそれ。あ、まあ、5点とか何点とはまあ、距離の問題やねんけど、桁が変わってくるとね、全然違うよ。全然違う。そうそうそう。11点はどういうことよ。あ、11点はね、動き
きにくい服装でシュート決めたら11点。いや、見たこといや、動きやすいからユニフォームやねんね、だって、うんうん。動きにくい服装でどういうことよ。いや、だから一旦ベンチに下がって、うん、あの、着替えんねん。着替えんの？うん。着替えてまうんかい。そうそう、まあ、大概振り袖やな。あ、打ちにくそうやねん、振り袖は。いや、着替えて振り袖着たやつ出てきたら、そいつはもう打つやん。うん、うん。もうバレバレやん。いや、そういうもん、バスに。いや、止めれるやん。いや、そういうもんやん。振り袖着てねん。うん、お前どうやって打つか分かる？分からへんよ。あの、ちょっと教えておこうか。教えて。こうボール持ってるやろ。うん。あ、わ、脇にかましてボール持ち替えた、今。あ、そういう、おかみさんが若い週4だみたいになってるけど。そうそうそう。あ、そんな打ち方すんのかな。これでシュート決めたら11点。見たことないけどな。うん、まあ、ないな。あと、まあ、シュートだけ覚えてもな、あかんから。うん、パス覚えなあかんからな。あ、パスね。教えとこうか。教えて。あのね、俺、ノールックパスっていうのが得意やったから。あ、それ知ってる、見えへんやつでしょ。パス出す方向、シュッみたいな、こういうことでしょ。あ、全然違うよ。え、見たことあんのにな。うん、ちょっと、まあ、見よう、見とけ、お前。やったら。はい。あら。いやいや。阿波踊りみたいな感じですね。そう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 。いやいや、そんなじゃなかったけどな。いや、そうです。で、フェイントもあるからね。フェイント教えておくわ。あ、うんうん、もう、いや、じゃあ完全に阿波踊りやか、それは。そうな、あ、うわ、今や。そうそうそう。今や。今、最後。そう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 。そんなんなんから見たことない。そうですね。これ覚えときな。あ、そう。うん、で、パス覚えても、今度もらう側も覚えとかないとあかんから。うん、もらう側？うん。そんな、ヘイ、ヘイパスとか言うことはいいんじゃん。違う違う。今フリーとか言って。違う違う違う。何？え？パス。あ、はっきり一回言うたやんか。うん、パスこれ。あ、違う違う。え？パス。何や、パス。変わらへん。ペス。あ、ペスって言うねん。そうそうそう。え、犬けえへん、大丈夫？大丈夫、大丈夫、大丈夫。ちょっと実践やってみようか。今のを踏まえて。うんうんうん。なん、お前がボール持ってるとして、うん、俺にノールックでパスしろ。ノールックな。うんうん。んで、俺が引きつけとくから、うん、まあ、不利になったら、あの、パス呼べ。ペス言うてな。ペス言うて言うなよな。うんなら、俺がノールックパスでお前に渡すから、うん、11点お前狙う。11点狙うの。これでいこう。やってみよう。オッケー。はい、フリーだ、ペッ。もうフリーだから、フェイントはもういらんから。今、ペッ、ほら、言うてる、ペッ、はい、ペッ、ほら、出てけ、ペッ、あった、はい、11点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 。したかったと違う、もうええわ、どうも、出した。ガッテン速です、お願いします。ね、いいですけどもね、はいはい、あの、まあ、人それぞれね、うん、あのこだわってることってあると思うんですけど、僕もあのこだわってることありましてね。おなんなん、僕あのカレーね、あのちっちゃい頃からもカレー好きで来てるから、いやいいですね、やっぱカレーは。好きなんや、うん、俺もカレー好きやね。もう好きな、うん、コンビやな、この辺はな。あ、あるある、うん、まあでも俺の方がカレー好きや思うけどね。お、なんでコンビちゃうかもしらん、なんで仕掛けてきたん今。あ、絶対俺も。じゃあ、俺の方が絶対好きですよ、カレー。ない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 。好き好き。だって俺今でも週に3回ぐらいカレー食べてるよ。もうめっちゃ好きやんか、こんなお前。じゃあお前週に何回ぐらいカレーのことカリーって言うてんねん、お前。それはあんまないけど。今日に関してはゼロやし。あ、そうやろ、うん、な、俺の方がカレー好きやんか。いや、そうはならへんやろ。お前カレーのことカリーって言うの、うん、それはそれおかしいよ。え、そんな理由なってないから。絶対俺の方がカレーは好きですよ。お前言うとけど。なんやねん。俺あの黄色の T シャツ6枚持ってます。なん、知らんがな。だからなんやねん、それは。これはいつカレーこぼしてもええようにやんか。あ、そういうことかよ、うん。なんでこぼすこと前提やねん。全部すくえ、カレー好きならアホやろ。もう決まったね、でも。いや、決まって何も。T シャツの枚数決まっただけや、今。何も決まってないよ。いや、もう決まった。決まってないよ。じゃあ、俺の方がカレー好き。いや、ない。だって俺食べるときは自分で作ってねで、カレー。ああ、大したことないでしょ、どうせ。うまいよ。え？でも、もうどんなん作ってるか言うたろか。あの、ちょっと言うてみよう、お前。でもお前カレー好きなんやろ。俺好き。我慢できんと思うけどな。まあまあ言うたるわ。言うてみよう。まあ素材からや。まあ素材はね、じゃがいも、人参、玉ねぎ、牛肉で、まあこれはシンプルなわけよ。お前もううまいやんけ、お前。それは分からへんやん、お前。買いかぶりすぎや、素材を。食っていい？赤に決まってるやろ、お前。赤？とつき10日早いわ。予定日よりも、ま、カレーにも何もなってないから、これ。待って、この後ちょっと聞いたよ。揃えた具材をね、うんうん、まあ、大きめにこう切るわけですよ。大きめ普通やから。その鼻息荒げることじゃないから、これ。普通に切って早いね、リアクションが1。こう大きめに切ったね、具材をこう鍋に放り込みますよと。もう食おう。早いって言ってたから。まだシチューの可能性も秘めてるやんか。どうする気変わったら。ああ、わかった。嫌やろ、じゃあ煮込むとかあるやん。あの松は。でもな、ルー入れて煮込みましたよと。結局、俺が言いたかったのはここですよ。ないないない。ね、隠し味。隠し味にチョコレートを一かけパッてね。一気にね、コクが、どこで冷めてんねん、おい。今来いよ、さっきの勢いで。いやいやいや、何してんねん。隠し味にチョコレートはないわ。あるよ、ほんまやってうまいから。いやいや、それやったらお前チョコレートだけの方がマシやから。じゃ、マシなわけあるやん。隠し味は言うてんねん。味やん、それやったら。ただのな、隠してないやん。いやいや、まあ、やっぱお前のカレー全然大したことなかったわ。うまいのにやってみるやん、うまいから。いや、それやったら俺のカレーの方がうまいわ。いやいや、もうお前のカレーなんかどうせ変やって、お前。どんな言うてみ、どんなカレーしとんねん、お前。俺のはね、あの隠し味に、すったリンゴ入れます。まともなんかよ、おい。おかしなこと言うんか思ってるから、こっちは。びっくりするやんか。で、ご飯もね、バターライスです。うまそうなんかよ、おい。
え、何見くびってた形になってるの、ごめんな、なんかそれは、それはごめんな、気悪くせんといてな、うん、でな、その出来上がったご飯こう持ってやな、ほんまに好きなんやな、うんうんうん、でさっきのルーかけますと、かけたね、もううまそうやろ、いやもううまそう、うん、うまそう、で皿を持ってきて、え、じゃあ何に盛り付けた今え、テーブルに直に持ってんのこれ、何してんのこれ、おかしいやん、でこうガーッ、何してんの、何、ガッと台無しやんか、え、何、自分で膨らました風船自分で割るタイプ、何夢乗せて飛ばさんタイプなんや、何してんねんお前、じゃあこうガーッとしたやろ、ガーッとしたよ、元あった位置舐めたらうまいの、もう食べへんのこれ、うん、もうカレー食うてへんやん、え、じゃあカレー好きちゃうやろやっぱりお前、好きよでいるこれ、いらんわお前、え、じゃあカレーテーブルクロスしがんだだけやん今、いやいやいや、カレー好きじゃないやろやっぱりお前、いやいやいや、もう実際なんやね、俺今朝もカレーパン食うてきたし、そんな何の証拠もなってない、俺もあるもんそれぐらい、いや昼カレーうどんやったし、もう全然あるよ、もうカレー好きやもんそんな、いやこの朝カレーパン昼カレーうどんのこの流れ、うん、もう3日目、もうカレーライス食えやほんで何すらスピンオフばっか食べてんの、え、派生したもんばっか食べるのおかしいでしょ、で夜言うてんかったっけ夜、うん、夜何食うとったよお前、豆乳飲んでた、いいしんどなってるやんけお前、スパイスで荒れたんじゃないのそれ、優しいのしか受けてんくなってるやんか、何やねんお前、カレー好きちゃうやろ、ね、ほんまのカレー好きも朝昼バン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 ぐらいいけるで、これぐらいいくから、ちょっともうちょっとカレーで熱くなりすぎやろ、それは熱なるよ、で俺こんだけ好きや言うてんのお前が俺の方がとか言うから調子乗ってくるからやんか、めちゃめちゃ熱なるよそら、俺も好きやっちゅうねん、どんぐらい好きなんか単純に聞くわ、どんぐらい好きやねん、まあまあ、まあまあかい、もうええわ、どうもありがとうございました、どうも、学天則でーす。お願いしまーす。ね、お願いします。はい、いやー、まあね、頑張っていきましょうか。行きましょう。ちょっと最近ちょっと気づいたことがありましてね。どうしたん？ちょっとあなたに足りないものですわ。足りないもの？足りないもの、うん。あなたにはリアクションが足りない。いやいやいや。いやいや言うてるけども。足りてるやんか。全然あかん、ほんまに。いや、俺に足りてへんの、やる気だけや。なんでそれがないの？そっちの方が問題あるけどやな。あとはもう全部足りてる。なんでやる気ないのに他全部いけんの、うん、天才なんかお前。全部できるよ。全部できる。いや、できてへんから言ってんねや。いやいや。だからちょっと今日はね、うん、エア罰ゲームをやって、ちょっとリアクション鍛えようと思って。うん、ああ。あるでしょ？ A で。うん。お、A でなんとか乗ってくれた？うん。ほんならね、まあ俺が先行くから。うん。熱湯風呂。これでリアクション見てみるから。ああ、ああ、うん、だからもう熱々や。わかるやろ？だいたい見たことあるやん。熱々。鉄溶けるぐらい？そんな、そこの話してよ。水で摂取的に無理や、摂取的に。あ、そうなの？そんな温度なれへんから。うん。55度ぐらいのもんでしょ。55度ね。55度ぐらいで。オッケー。俺先やるからな。お前さ。見とけよ。うわ、めっちゃ湯気出てますよ、怖っ。いや、早いけで、名倉さん。いや、行きますけどね。ちょ、うわ、押すなよ。絶対押すなよ。だから押すな、熱っ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 。どうやねん。氷のなんか塊みたいなの見えたやろ、今お前。ほうれん草のおひたしが見えた。なんでそれが見えるの。それはお前がすごいんちゃうんか。うん、全然できてない。やってみろ、ほんならそんだけ言うな。あ、ええー、熱いっすよね、これ。いや、早いきで、名倉さん、ちょっと。そこ誰でもええねん、それ、パクんなよ、誰でもええのに。来ますわ、そしたら。熱っ。いや、じゃあ、もう薄いって、リアクションが。リアクション薄いのよ。熱っ、熱っ、熱っ。じゃあ、うん。じゃあ、押すなよ、せい、押すなよ。テレビ見たことないん、自分。ネットボール入るとき押すなよ、せなあかんから。じゃあ自分から入ったらあかんねんて。熱っ。じゃあ入んなって自分で。ちゃうねんて。何してんの？うっす、うっす、うっす。落ち着いたあかんねん。何してんねん。立てよ、もう。何をしてんリアクションが見たい言うてんねん。落ち着いた意味ないやんか。いや、オレンジの風呂いつもこれぐらいで入ってるから。55度ぐらいな。ジジイか、お前は。熱い風呂ばっか入んな、お前。しゃあないやんだから。もう俺、もう全然できてへんで、ええな、もう。いや、取れてなかったから、リアクション。いや、なんでや、部長。ゲームが悪いわ、それは。な、ほんなん、何のゲームやったらいけんのよ。あれしょ、あの、箱の中身は何でしょうねって。ああ、よう見るやつや。うん、あなたできんのかいな。あれめっちゃ得意。得意とかあるこんなん、うん。できんねんな。できるできる。ほんなお前から先やってよ、もう。いや、俺余裕の高校や。どこに余裕があんの、うん、負けてたで、今俺に。うん、お前先やれ。俺が先やってええな。うんうんうん。もうええけど。うん。うわ、怖っ。ええー、手入れんすよ、怖っ。いや、早いけど関口さん。あの、中身言ってんけど、不発なんやからな。何してんねん、お前。どうやってハゼるリアクションとんねん、お前。うん、蛇とかかな思ってんねん、こっち。あ、蛇か。蛇とかで生かして。あんで蛇で。なんで不発だよ。うわ、うわ、なんか動いてますやん。うわ、気持ち悪い。え、うわ、いや、ちょ、え、わかったかもしれん。え、蛇？いや、正解ってちょっと、見ていいっすか、見ていいっすか。もうちょーどうやねん。見てみ、この角度、カーンなって。え、全然あかんな。見えたやん、蛇が完全に。いや、ほうれん草のおひたしが見えた。それなんで見えてるんだから。手締めて終わるやろ、あんな触っても。全然。全然できてない。せえや、ほならお前が。あんな見とけよ、お前。見とくわ。へぇ、怖いわ。いや、ちょっと早いけど、久米さんちょっと。何の番組でやってんの、それ。報道？報道でやってんの、それ。な、もう行きますわ、もう。長い。そんなこと言うか。長いって。湿ってる。え、何やねんそれ。痛い痛い痛い。ああ、え、
噛まれた。いや、そんなことなかなかないしやな。痛い。うわ、手グローブみたいになってる。腫れてるやんか、すごい。グローブになってるの手が。うわ、痛い。痺れてきたなんか。痛い。え、毒蛇でやってない？テレビやで。ああ、寒い。毒蛇なわけ。寒い言うてるやん。まあかんやん。まあかんから。ああ。助けて。ああ、死ぬ。ああ、お母さん。あかん、もう見えてる見えてる見えたもん、あかん。来た。来てる、こっちにすごい来てる。ヘビ。死んだ。当てて死んだ。いや、何してんの？いや、ちょっとびっくりした。どうやねん。いや、まあまあ、できてるっちゃできてるわ、確かに。そうやろ。ていうかもう今のはリアクションというか演技に近いものがあったけど、でも確かにちょっと肉見てたらできんねや意外と。でも今の能力磨いていったら、これ下手したら映画とか演技の仕事ゴーンって来るかもしれない。もうこれは盛り上がっていこうか。へえ、リアクション悪、もうええわ。あたしゃということで言います、よろしくお願いしま す、ね、もうね、季節枝の冬ですから ねクリスマス近いわけですよ、はあはあ、ちょっとクリスマスあたり僕ちょっと気になることデートに行こうかなと思ってるんですよね。あ、なるほどね、ちょっとね、いい話があるわけですね、はい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 、うまいこと行くように、はい、ちょっと考えてあげるわ、クリスマスデートプランを。そうそうそう。あなたに考えてもらって、そのうまいこといくんですか？お前もクリスマスにクリクリしたやろ？やめてください、ちょっとそういうのは。スナックじゃないんで。そういう感じのこと言うのやめてください、ね。だから、まずデートプランからやな。デートプランをちょっと考えてくれんの、うん、まあ、一応聞こうか、ま、プレゼント渡そう。早ない、ちょっと。うん、待ち合わせしてすぐプレゼント渡す。そう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 。サプライズやから。そういうさ、いやいや、今ってなるサプライズだ、うん、さあ、もうテンションバーン上がるから。上がらへんと思うけどね、うん、そんなんじゃ。ブランドもんね。あ、結構力んだやつあげんねんね。そうそうそう。あ、そうかいな。でも、その中でもね、やっぱ一番人気なのはね、うん、やっぱティファールのアクセサリーね。やっぱティファールのネックレスとかね、ティファールのね、こう指輪とかめちゃめちゃ。いや、多分ティファニーやわ、それは。まあ、ティファールのアクセサリーで、持つとこか。取れる持つとこのこと言うてんの、それ。それ渡違うやろ。それ渡してやな。渡すんやな、うん。ティファニーの方渡すな、うん、俺な。で、ご飯ね。あ、ご飯、なんかレストランかなんか行きたいよね。そうそうそう、こんなとこ知ってたんやっていうので、またテンションバーン上がるから。あんまり人が知らない店に行くわけや。そうそうそう。いいですね。だから俺の知ってるね、椎茸料理のお店があるから。ちょっとトリッキーやわ。ちょっと教えて。店がトリッキーやわ。めちゃめちゃ好き嫌いあるから椎茸とかトリッキーなやめてや。そこの椎茸は大丈夫。大丈夫。ちょっと嫌いな可能性あるって。匂いもしないし、うん、後味も全くない。ないのはまた違うんじゃないの、うん、抑えめじゃなくて、ないのも。で、あと色も白い。もう多分椎茸じゃないよ、じゃあそれは、うん。やばいもん出してる店やから、やめてくれって。で、そこで、何クリスマスっぽくやな、うん、シャンパン頼んだったらええねん。いや、シャンパン、俺ブランド物のプレゼント買ってんねんで、シャンパンみたいな高いもん無理やって。大丈夫、そこの店はね、うん、1本398円やから。大丈夫なんかそれ。大丈夫。シャンメリーちゃうのそれ大丈夫大丈夫、大丈夫、大丈夫。メリーの方ちゃう、うん、そんなデータやったら絶対あかんやんか。これでこれは完璧やねん。完璧ちゃうやん。懸念があんねんな。なんやねんな。お前のその服装ね。服装ない、ええやんけ別に。そんなホテルマンみたいな格好してんやん。いや、それいいやんけ。いらっしゃいませ。言うとったらええやんか、それはそれで。もうちょい割るぐらいがモテんねん。あんな服装変えていく。そうそうそう。じゃあちょっと武将髭でも生やしましょうか。いや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 。どうすんの？上下シャカシャカのジャージ金。いややって。ちょい割るがもうシンプルに悪いやん。グレてるやん、もう。いややって。犬のワッペンついてやる。いややって、それ。ここ。何かしら、なんかもうダイヤの2回ぐらいしか打ってへんやつ。いややって、俺それ。そうそうそう。それ着といて。ただいわ。なんでいじったバイクでな、迎えに行ってあげんねん。改造バイクで。そうそうそう。30超えて。めっちゃかっこ悪いやんか、そんな。もう全面もう、雨よけや。何でそれ。ピザ屋みたいになるだけやけど、何やその改造。そんなバイク乗んの俺、うん。もうハンドルももう怖い。ああ、ここ、広いやつや、かっこいいやつや。うわぁ。そんな高い位置まで行くのこれ。うわぁ、曲がって持つとこここや。そんななってんの、ここ。こうなってんの。もう関西サイクルスポーツセンターかなんかにある、こういう。ようわからん自転車みたいなバイクに乗って。そう。迎えに行くわけ。そう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 。これでクリスマスバッチリな。来年のクリスマスはバッチリや。来年かい、もうええ。はい。あ、ゆうすこです。はい。お願いします。よろしくお願いします。近々ね、うん、休みあったらね、はいはい、ちょっと旅行に行こうかなと思ってね。いいじゃないですか。いいやろ。いい季節ですね。そうそうそう。ちなみにどちらに行こうと思ってるんですか？チリやね。おぉ、海外。うん。チリ。チリ。チリ？チリチリ。おぉ、あ、ほなもういろんな海外結構もう巡った感じなん？いや、初めて。初海外チリは攻めすぎやって。ん？ハワイとか、うん、グアムとかにしときて、それは。チリってめっちゃええねんで。聞いたことないもんだって。チリっていうのはね、うん、太平洋とアンデス山脈に挟まれてるから、うん、これね、海も山も楽しめるし。ややこしい話やな、そう、ね。で、長いやんか。長いね。上で砂漠あんのに、下でペンギン見れんねん。あ、そんだけ温度差があるよと、うんうん、で、あと、イースター島のモアイ。モアイ。あれもチリ。思ってたよりええな、チリ、おい。ええねん。お、世界遺産まで来たらもう、お、いいからってなっちゃう、それ、うん。だからチリ横断ツアーしようかな、思ってな。縦断せえや。こんなんやないか、幅お前。いや、縦行かない意味分かれんで。
なあ。いや、縦行くほどの時間ないねん、俺。ほなもうチリ諦めろよ。え？チリ側も不本意やろ、横行かれたら。そうか。縦行ってよって思ってるよ、絶対チリも。あ、ほんま？時間ないの？うん。ほなも国内で、いや、無理して海外行かんでもええねん。あ、国内な？国内で。なあ、でも、俺芸人やし、誰もやったことがない旅行っていうのやるわ、すごいハードル上げ方するやん。うん、芸人やし、やったことない旅行。うん。で、日本全国をね、歩いて回って。歩いて？その土地土地で感じたことをね、これ俳句にして本で出すね。これ誰もやってない。松尾芭蕉がやってるわ、それも。奥の細道言うて、江戸時代にやってんぞ、お前。あんま売れてへんやろ。バチクソ売れてるわ。大ベストセラーやわ。売れてる？もう教科書だってもう取るわ。あ、そうなの？あれ、売れてるやないねん。売れてんのか。中途半端にね、目立とうとするからしょうもない旅行なんねん。あ、そうなの？もう普通の旅行して楽しみな。なあ、名古屋行こうかな。名古屋。うん。なんか、なんかええとこあんの？名古屋ってね、日本一めっちゃ多いねん。あ、日本一が多いねや。そうそうそう。あ、そうな。ちなみに何があんの？車の盗難日本一。あ、犯罪かいな。車の盗難？あ。丸ごと盗まれんの？あ。しっかりほな止めるしかないやんか、駐車場に。あと、車上荒らし日本一。中も行かれるんかい。しっかり止めても中行かれる可能性あんの。もう車嫌やって。で、当て逃げ日本一。もう絶対車で行かへん。もう車ボコボコなんて帰るしかないやん、それやったら。で、自販機荒らしも日本一。自販機荒らし犯罪ばっかりやん。で、パチンコ風俗の数日本一。もう名古屋世紀末なんか、おい。いや、その、犯罪が切り取ったらそう聞こえるけど、いいとこあるでしょ、名古屋も。地下街の広さ日本一や。いや、その感じで聞いたら地上が乱れてるから地下広がった感じなんだよ。その順番で聞くと、ああ、そら食うもんの味濃いわってなってまうね、なんか。なってまう？次の日飯食われへん可能性があるから濃いんかな、みたいになってきたわ、今。あかんかな。そんな世紀末じゃないからね、名古屋、まず。いいとこでしょ、名古屋も。いや、なんかお前そんな、ちょ、いやいや言うなよ、お前。いやいや言う、だって変な旅行行こうとしてんねんもん。いや、お前も行くんやで。え？うん。え、この旅行に？そうや。言うてた？言うてない？言うてや。勝手に組み込まんといてや。休みで。いや、二人で行くの？いや、それが、俺が行くって言ったらお前来るやろ。いや、そういう風に思ってない俺のこと。もう昭和のお父さんタイプやってんな、お前意外と。もう家族感が。そ来るやんか。いや、それやったらなおさらちゃんとした旅行にして。あ、絶対嫌やわ。な、もう、とっておき言うわ。おお、なんでとってたんや。最初から行こう、それを。これにしよう。大阪行こう。いや、ちょっと待って。大阪住んでるから。二人とも、大阪行こうじゃない、大阪いいよやん。そのままいいよって言うだけやんか。行こう。いや、行こうじゃなくて。行こう。いや、大阪で、二人で、やることとか多分ないよ、なんも。いや、それはまあなんか旅行雑誌かなんかでまあ予習していったらええやんか。多分復習やと思うで。旅行雑誌に載ってること、みんな知ってることしか書いてへんと思うから。え？で、パッと考えて、うん、言うてみ、何があんの大阪で。難波でたこ焼き食べて。たこ焼き有名やで。うん、で、通天閣行って。通天閣有名や。で、梅田の観覧車乗って、うんうん、で、最後海遊館行こう。あのな、それな、普通の平日で頑張ったらできんね俺ら多分。近いから全部。うん、あと、ね、行き方の要領めちゃくちゃ悪いねそれ。どういうこと？どういうことやれへんかな。最初難波でたこ焼き食べて、うん、その後通天閣行って、うん、その後観覧車乗って、うん、最後海遊館やろ、うん、何回本町で乗り換えんねんこれ。一日でずっとこんなんやで。ずっと、もうずっとこんな。なあ、二人で。もう意味わからへんや、その時間が地下鉄でさ。いや、そこはまあ、なんか景色はなんか見とったらええやんか、それ。景色？コンクリートしかないよ。え？何見とくん？技術？なあ。すごいな、みたいな。掘った技術か。あと、たまになんか端っこの方で真っ暗の怖いとこあるなとか見るの。地下鉄、ここはここなんなみたいなとこあるけど。お前もう手ぶらで来てくれてええから。大阪旅行、うん、それは手ぶらやろ、そんなもん。いや、もう荷物の準備からホテルの手配は全部俺がする。ホテル、泊まんの？大阪泊まんの？家あんのに。いや、2泊4日で考えてたけど。なんか1日出えへんやん。なんかその1日オールの日怖い。でも楽しみやな。ここがやねん、もうええわ。